の高田ママです。今回司会のお話があり、ぜひ経験してみたいと思い立候補しました。皆さんを前に少々緊張しておりますが、最後まで精一杯頑張りますのでよろしくお願いいたします。それではこの後アトラクションの部で優先中学校演劇部の日頃の成果を発表していただきますので、お楽しみください。
あれから10年後。
今から優先中学校の学校紹介を始めます。僕は3年整備委員長の長田和樹です。僕は3年学習専門委員長の長田祐樹です。よろしくお願いします。優先中学校は昭和32年に設立されました。今年で設立されてから59年目を迎えます。生徒数は871名、長尾、田島、金山、笹岡の4つの小学校からなる大きな学校です。優先中学校では行事がとても盛り上がります。5月に行われた体育大会では体育委員長やブロックリーダーを中心に取り組みました。このスローガンは生徒会役員で作りました。人気荘園、役所は揃ったいざ戦いの場へ。この四字熟語の一字一字に各ブロックリーダーの思いが込められています。優先中学校は赤、黄、青、緑の4つのブロックに分かれて優勝を目指します。ブロックごとにバックボードがあります。4つもバックボードがある学校は少ないと思います。最初の方はまとまりがなく体育委員長から注意されることが多かったのですが、練習を重ねてみんなの気持ちが一つになっていきました。本番では練習以上の力を全てのブロックが出し切ることができました。次に優先中生徒会について説明します。生徒会で掲げているスローガンは進化、自分の殻を打ち破れ、可能性は無限大です。目標は大きく2つ、意識改革と一人一人の個性を生かせる環境を作るです。スローガンと目標には
弱い自分から抜け出して、もっと自分が好きになれるように、個性を生かせるようにしようという思いを込めて作りました。生徒会全体で行っている活動として、毎朝8時15分から校門の前で挨拶運動をしています。優先中学校の良さの一つである挨拶は、挨拶運動を機会に育まれてきたといっても過言ではありません。元気な挨拶が優先の坂に響き渡ります。校門通過のチャイムが鳴る3分前から遅刻者をゼロにするため、生活委員長を中心に呼びかけをしています。まだ遅刻者ゼロは達成できていません。これからの課題の一つとして全力で取り組んでいきます。これは何でしょう？映画で話題になったあれです。これはトランスフォーマーのバンブルビーです。現在行っている大きな取り組みとして、優先トランスフォーム計画というものがあります。トランスフォームトランスフォームという言葉には、形を変える、性質を変えるという意味があります。自分を少しでも変えよう。いつもできていないことに取り組んでみようという計画です。具体的には、学年ごとに専用の紙を用意して、いつもやっていないことでやりたいことを紙に記入します。その紙をクラスごとに掲示します。この取り組みを通して、より良い学校生活が送れるようにしていきたいです。他にも、毎月生徒会新聞、進化の奇跡を発行しています。生徒会で行われている取り組みや、学校で活躍している人を取り上げる、今月のヒーローのコーナーなどを設けていて、内容はとても充実しています。この新聞により、生徒会が身近に感じられるようになり、興味を持ってもらえるようになりました。次に各専門委員による取り組みを紹介します。審議委員会では毎月各学年の学級委員を集めてクラスがより良くなるように話し合っています。また帰りの会チャイム席チェックも行っています。学習委員会ではチャイム席挨拶コンクールやオキベンゼロ月間を行い、みんなが学習に集中できる環境づくりに努めています。この写真は毎週金曜日に点検表をチェックしている様子です。生活委員会では遅刻者をゼロにするため、ゼロウィーク、ゼロデーを実施しています。遅刻者は昼休みに武道場で反省会があります。先ほども言ったように、遅刻者ゼロはまだ達成できていません。任期が終わる前に必ず遅刻者ゼロを達成したいです。整備委員会では、掃除終了後、反省会を行い、次の日の掃除がより良くないようにしています。週に1回、反省会カードを集めて、しっかり行っているかチェックします。他にも、学期の始まりには、掃除道具のチェックをして、掃除がしやすいようにしています。この写真は、朝清掃の時間に、リサイクル倉庫の前で、ゴミ集めをしている写真です。給食委員会では、給食の受け取りと片付けがスムーズに行えるよう、給食委員長とボランティアが協力して呼びかけをしています。大きな取り組みとして、給食コンクールを行っています。ナプキン、チャイム席、エプロンの着方をチェックして、優秀だったクラスを表彰します。保健委員会では、毎月ヘルスニュースを発行し、病気の予防方法や治療方法について詳しく学べることができます。毎月爪点検を行い、怪我を防止しています。体育委員会では、体育大会の運営、昼休みの時のボールの貸し出しを専門委員長自ら行っています。ボールチェックを行い、安全で楽しい昼休みを過ごせるようにしています。図書委員会では、昼休みの本の貸し出し、整理などを行い、いつでも本が見やすい環境を作っています。新刊フェアを行って、本に興味を持ってもらえるように取り組んでいます。ブックオブ・イン・ユーセンでは、古くなった本を無料で配布していました。広報委員会では、掲示物がし
かり掲示されているかチェックする掲示物コンクールをしたり、体育大会、中層体、合唱コンクールの時に激励のポスターを作って貼り出したりしています。生徒会活動とは別に実行委員を募って友達を大切にする実行委員があります。活動内容は実行委員が決め、人権を大切にするための取り組みを行っています。船端の時、みんなの願いを書いてもらうための短冊の準備、いじめゼロサミットへの参加など年間を通して活動しています。次にボランティア活動について説明します。大きな行事が2つあります。1つはラブアースです。生徒と地域の方々と協力して決まった掃除場所を掃除します。もう1つはクリーンアップ in 優先です。この行事も生徒と地域の方々と協力して行います。体育大会の前に石を拾って怪我の防止をしたり、優先中の周辺の外装をしたりして工具の美化に貢献しています。その活動が認められ、第34回少年非行防止大会で全校団体で表彰されたこともあります。地域の一員活動では、ユニバーサルな街実現プロジェクト実践発表会で地域の一員活動の発表が優良賞を受賞しました。4つの校区ごとにさまざまな行事や活動に参加して地域の方々との交流を行っています。最後に部活動について説明します。今年は運動部がとても活躍しました。まずは野球部、区大会2位、市大会優勝、県大会に優勝し九州大会に出場しました。次にサッカー部、区大会優勝、市大会3位、県大会に出場しました。女子バレー部は区大会、市大会6位、県大会に出場しました。女子卓球部は団体戦で区大会優勝、市大会3位、県大会8位でした。野外活動部は市大会男子総合2位、女子総合優勝でした。陸上部は県大会に男子が2名、女子が1名出場しました。クラブチームの人たちもたくさん活躍しました。水泳では翔太俊君が全国大会出場、公式テニス女子ダブルス会長の3年友枝さんと2年の早坂さんが県大会4位、九州大会出場しました。その友枝さんは今からあるパネルディスカッションに登場します。バドミントンでは2名県大会出場、体操では内田セレナさんが県大会優勝、ラグビーでは富田晴弘君、野上美空君のチームが全国大会ベスト4という偉業を成し遂げました。その結果、区大会で男女ともに総合優勝することができました。最後に、龍泉中学校はとても元気あふれる活気のある学校です。今から始まるパネルディスカッションでもその姿を見せてくれると思います。今日は各校の交流を深め活発に意見を出し合いましょう。これで龍泉中学校の学校紹介を終わります。最後までご清聴ありがとうございました。
皆様こんにちは。本日は中学校サミットの会場にお越しいただきありがとうございます。またサミットの開催にあたりまして、 NPO 法人ドネルモ代表理事の山口康様、 NPO 法人 Teach for Japan の森山まどか様にコーディネーターをお引き受けいただき、心から感謝申し上げます。今でこそ中学生サミットによるサミット的取り組みは各地域で行われるようになりましたが、ここ城南区ではいち早く取り組まれてまいりました。中学生に焦点を当てた現在の形になりましたのは平成10年からですが、そこから数えましてもすでに16年の実績を積み重ねています。城南区内の7つの中学校で司会とアトラクションを持ち回りで担当していますが、本年度は先ほどから素晴らしい司会、学校紹介等をしてくれました優先中学校が担当の年となっています。今年はパネリスト自身が考えた、これが自分の未来だがテーマです。さらに過去のサミットに参加した高校生も3名参加いたしております。子どもたちが地元の地域にますます愛着を感じるとともに、豊かな将来、未来を想像し、その実現を目指す牽引役として活躍するよう活発な意見が出されることを期待いたしまして、私の挨拶とさせていただきます。どうもありがとうございました。ご紹介いただきました、城南区の区長吉村信子と申します。今日はたくさんの皆様、このように中学生サミットにお越しいただきまして、盛大に盛り上げていただきまして本当にありがとうございます。結構心強く嬉しく思っております。先ほど優先中学校演劇部の皆さん方にはアトラクションがございましたけれども、日頃の練習の成果を忌憚なく発揮してくださったんじゃないかと思います。何でも伺ったところによると、本日のサミットのテーマに沿って脚本から書いていただいたと伺っております。本当にありがとうございます。優先中学校の皆さん、それからこの中学生サミットは中学生が主役のフォーラムとして長年にわたり開催していますけれども、今年は先ほど校長先生もおっしゃったように新しい試みを取り入れております。一つはパネルディスカッションに過去中学生サミットに参加されたお兄さんお姉さん高校生の方にご出席いただいているということ、でもう一つがコーディネーターに先ほどもご紹介のあった NPO の方々がお二人、ご協力いただきまして、巧みな進行で中学生の皆さんの柔軟な発想、若い発想を引き出していただけるのではないかと期待しております。パネルディスカッション、テーマがこれが自分たちの未来だということで、3つの小テーマを設けてグループごとに語り合います。例年とは少し違う新しいサミットを皆さん方お楽しみいただければと思っております。中学生の皆さん方はこんなに大勢の観客の皆さんの前でお話しなさることは少し緊張なさるかもしれませんけれども、いつもままの自然体でご自分の夢や希望、未来を語っていただければと思います。
最後になりましたが、お忙しい時間にお集まりくださいました皆様方に心からお礼を申し上げまして、それから子どもたちを最後まで応援していただけたらという思いを込めまして、私がご挨拶とさせていただきます。本日はよろしくお願いいたします。中学生サミットを激励するためにご多忙の中ご来賓の方々にお越しいただいておりますのでご紹介いたします。お名前をお呼びしますので、ご来賓の皆様は申し訳ありませんがその場でご起立をお願いいたします。なお拍手につきましては最後にまとめてよろしくお願いいたします。衆議院議員の鬼木誠様です。はい、こんにちは。市議会議員の高山博光様です。市議会議員の阿部慎之介様です。市議会議員の白部隆様です。県議会議員の森谷雅人様です。都議会公布自治協議会会長の池田春明様です。田島公布自治協議会会長の日熊元勝様です。長尾公布自治協議会会長の鶴崎敏夫様です。堤地区自治協議会会長の山口茂美様です。南方井工区自治協議会会長の佐渡原博之様です。片井工区自治協議会会長の浜上義弘様です。金山工区自治協議会会長の竹下守様です。よろしくお願いします。七熊工区自治協議会会長の佐藤重成様です。ありがとうございます。城南工区自治協議会会長の稲増茂樹様です。ご来賓の皆様、お忙しい中どうもありがとうございます。それでは本日の中学生サミット開催にあたりお祝いの電報をいただいておりますのでご紹介いたします。平成26年度中学生サミットのご開催を心からお喜び申し上げます。青少年の健全育成事業に日々ご尽力いただいている城南区の活動に深く敬意を表します。あわせて本日お集まりの皆様のご健勝とご多幸を心よりお祈り申し上げます。自由民主党衆議院議員鬼木誠様です。お祝いの電報ありがとうございました。ここで本日のスケジュールを簡単に説明します。この後城南区内の7つの中学校の代表者14名とゲストの高校生によりますパネルディスカッションを行います。パネルディスカッション終了後、城南区中学校校長会副会長の城西中学校長崎幸男校長先生にサミット全体を通しての好評をいただきたいと思います。以上が本日のスケジュールです。それではこれをもちまして開会式を終了します。続いてパネルディスカッションに移らせていただきますが、準備がありますので2時までしばらくお待ちください。大変お待たせしました。ただいまよりパネルディスカッションを始めます。私たち中学生が考えていることや感じていることを
本音で語り合いますので、どうぞお楽しみください。夢の未来のスペースオーバーその想いを forever young みんな頑張ってどうも皆さん、こんにちは。コーディネーター専門の山橋と申します。ティーチョウジャパンの森山と申します。今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。これがすごい、すごいですね。しかも森山さん、まさかのサクランボでしたね。お好きなんですか、それ。いやちょっと担当者の方の趣味かなと思って。今日はですね、ちょっといつもの、まあ、例年のですね、中学生サミットのパネルディスカッションに少し趣を変えてですね、まあ、ちょっと今こうひな壇とかがあったりして某そのテレビ番組のようなノリで進めていきたいなと思っていてですね、今日森山さんですよね、サンマやるって言ってましたね。そうですね、女版サンマでさっきこういうのからあ、ちょっとはい、カンニングしてきました。そんな感じで進めたいと思います。まあ、リラックスした雰囲気でですね、進めたいと思います。まぶしくてすごい目がしょぼしょぼしてますけど、よろしくお願いします。僕たちをちょっと少し自己紹介させてください。まず僕はですね、 NPO 法人ドネルモというところの代表しておりまして、うちの団体は、まあ、地域づくりのお手伝いとかですね、そういうことを中心にやっている団体です。はい、私、ビーチフォージャパンの森山と申します。うちの団体は、子どもたちの教育を支えるために、学校の先生を目指している方、大学生とか、社会人の方への研修やサポートを作ったり、あとは、子どもたちの学習支援、学校外での学習支援や居場所作りに取り組んでいる団体です。はい、今日全体はですね、チーム3チーム分かれてて、最初に、いろいろと障害があるからいいかチームごとでできてですね、ここで話をしていくという雰囲気になっています。で、最後は全体で振り返りをするような感じで、
4時ぐらいですかね、お付き合いいただければと思います。じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。違うんですか？
を見るのは難しい。そういうことには難しい。人の命を助けるのは僕的なんですけども、ちょっと自分には適性がないなというのは。なんか高齢化とか普通に暮らしてて感じることとかあります？特にないです。確かに福岡市って全国的に見てもすごい若い町なんですよね。あの高齢化率が、まあ、日本ではどんどん上がってるんだけど、福岡市はまだそういうのもね、若い方なので、といっても多分今日この会場を見てもですね、前の方はすごい平均年齢が若そうなんですけども、こう一緒に行くとだんだんとこうなんか苦笑いが取れてますけども、上がっていくんじゃないかと。ただとは言ってもどんどん、ね、高齢化が増えていってるので、確かに看護師さんも今から増えるかもしれないですね。はい、すごい笑ってる。じゃあまず次に行きましょうか。はい、はい、夢は人助け。いいですね。これ誰ですか？おっと、はい、あなたも夢は人助けですか？具体的にどんなことしたいんですか、夢に人助け。まあ、小学生の頃から、うん、警察官に憧れてて、でも自分はちょっと体があんまり生まれつきこうついたりじゃないので、あんまり向いてないかなと思って、そういう警察官みたいな仕事に携われる仕事がないかなと思って、うん、こういう人助けをしたいなと思いました。なるほど。警察官以外の人助けがしたいと。あ、そうです。例えばどんなことになるか。弁護士とかに行って、今あっている薬物のこととかのいろいろ、まあ。はい、でも登場した瞬間、みんながわんさかわんさか盛り上がってるので大人気なんです。薬物使ってる人で弁護士ってことは、つまり薬物使ってる人が多分警察捕まった時にその人の弁護をするってことですよね。ああ、そうですね。そういうことがしたいですか？はい。じゃあどっちかといえばあれか、その謝ってしまったっていうか、そういう罪を負うことになってる人を弁護するということをやってみたいということですか、人助け。ああ、そうです。はい、かがですか？いきなり振りますけど。いや、実は私、大学時代、法学部だったので。そうそう、僕も法学部ですよ。あれ、あ、実は。弁護士はすごく憧れる職業で、結構大学時代にも弁護士さんとお話をする機会があったんですけど、その時に、ちょっと聞いてて印象的だったのは、私もすごく人助けという印象が強く持っていたんですけれども、必ずしもそうではない場合もあるということを聞くことがあって、仕事なので訴えられた人をかばうのが仕事というところで、真実は誰が知っているのかわからないですからね。コナン君は一つだって言いますけれども、そうではないのが今の社会なのかなというふうに思いますが、その辺の難しさはあるのかなと思いました。大事ですね。どんどんいきましょうか。はい、では次、じゃじゃん。迷ってます。あ、はい、高木さん、いいですね。マイクですか？高木さん、これ何迷ってるんですか？なりたい職業が料理人とバスの運転手で、未来だな。バスの運転手、笑いが起きてますね。はいはいはい。料理人とバスの運転手。はい。それぞれどんな未来？料理人は、なんか、料理上手になるから、うちとかでも美味しいの食べれるし、家族とか親戚にも自信持って料理出せるなと思ったのと、バスはお客さんに乗ってるから、夏は冷房効いてて、冬は暖房あっていいなと思って。多分注文は暑いけど、なるほどね。なんかもっとないですか、バス？冷房と暖房だったら他にも何かありそうです。コンビニとかいいですね。コンビニは普通に行けますけど。あ、でもちょっと小学生から運転のゲームとかも結構好きだったので。ああ、ゲームでね。あ、それでじゃ運転室の結構してみたい。はい。あ、西鉄でもね、女性の運転手も結構いらっしゃいますもんね。料理人は確かに家でご飯が美味しく食べれますよね。よくやってるんですか、家で？このぐらいはしないです。全然してないって。じゃあ今からやっていくってことね。なるほど。じゃあ、はい、じゃあ次やろう。次行きましょうか。次は、ちょっとドキドキさせちゃう。じゃん。
教師、適当、安定、これ誰ですか？いろいろありそうです。今日多分学校の先生いっぱいいると思いますけど、教師が適当なんじゃないかと思われそうです。あ、いや、そうじゃなくて、なんか今ちょっと真剣ゼミを取ってて、はいはい、それでなんかその職業のなんか適性みたいなをこう占うやつがあって、はいはい、それでこう質問いくつか解いてたら、うん、なんかこう教師とかそういうのに向いてるよって出たんで、まあ、それでなんかこう選んでたら教師に行き着いたって感じ。なるほどね。じゃあ適当じゃないですか？あ、いやだからその候補の中から適当に選んだんです。あ、なるほど。じゃあ、安定っていうのは？あ、公務員なので安定いかがでしょうか？今日結構学校の先生いらっしゃると思うんですけど安定してますかね。あ、私立高校ということもありますからね。うん、いろいろ特に学校の先生とかTeach for Japanさんは何かつながりとかありますか？そうですね、お話をさせていただく機会は非常に多いので川原さんになりたいって言ってます。そうですね、どういう、ま、適正でこう出てきて意識することになると思うんですけど、なんか実際に自分がこう先生になってみたいなっていうか、まあ、どういうところにこう先生の魅力があるなって思いますか？魅力ないですか？やばい方向になってきました。コミュ障なので。あ、コミュ障なんですか？だからこう克服できるかな。ちなみにコミュ障っていうのはコミュニケーションに障害があるというのを訳してコミュ障っていうことなんですけど、なるほどね。あ、それを克服できるんじゃないか。あ、人としてまあね、いつも向き合う仕事だもんね、教師はね。なるほどね、わかりました。じゃあ、はい、どんどんいきましょう。どんどんいきましょう。はい、いきます。そろそろどちらもですね。はい、じゃじゃん。はい、あなたの夢って何ですか？これどなたでしょう？はい、小川さん。私が最近思うことなんですけど、うん、その友達とかに聞いても、うん、あ、夢あるって聞いても考えてないとか、うん、そういう人が多くて、うん、私も小学校5年生の時ぐらいまでは特に何も考えてなかったんですけど小6の時に水族館行ってイルカのショーを見て、うん、まあ、この人になりたいなと思ってイルカのトレーナーを目指すようになったので、うん、それからその自分の将来をどんなふうに進めていったらいいかも考えるようにもなったし、その家族とかでその進路とかその先の人生をどうしていくかっていうのを話し合うようにもなって、夢を持たずにそのまま普通に人生を過ごすよりも夢を持って人生を楽しく過ごした方がいいと思うことがあるからです。なるほどね。どうですか、森山さん。そうですね、すごく夢に何か自分これだっていうのに出会えた人ってすごくなんかやっぱり活力があるし、それに向けて頑張ろうとしてるのですごく魅力的だなと思いますし、小川さんもその出会えてっていうところだと思うんですけど、逆にこのイルカに出会えなかったら今ってどうだったと思います？適当に過ごせると思います。なるほどね。たまたまそっか、イルカに出会えたから。ちなみにイルカはどういうところが魅力なんですか？イルカは頭が良くて、そのトレーナーさんの指示とかを的確に、見てその通りにやってて、でそれで人を喜ばせてるからすごい素敵、すごいなんか素敵な生き物だなと思いました。うん、そうか、じゃあイルカがもそもそも好きなのね。でそのイルカのトレーナーみたいなのになりたくて、イルカショー そのトレーナーさんみたいなのになりたいと。なんか最初は水族館の泳ぐ魚が大好きで、水族館の飼育員ってだけだったんですけど、その時適当に決めてたから何も考えてなくて、だけど小6の時にイルカショーを見て、トレーナーさんってそのイルカにも触れ合うことができるし、人を喜ばせることもできるから、なんか一番いい仕事だなと思ってそれに決めました。なるほどね。なんか書いてくれてる分では、じゃ結構周りの子にはそういう夢があるって聞いてもない子が結構多いんですか？はい、多いです。この中で私は夢があるよっていう人います？がっつり。あ、後ろには結構あった。あ、後ろに多い、結構みんな、おお、そんなにみんな。川原さんどうですか？教師は夢でいいんですか？夢で
夢でいい。夢でいいってことなるほどね。あの八木さんとかクラリネット音楽好きですよね。で、あの音楽の 方に行きたいという役者看護師さんの方が夢なんですが、ちょっとお話しますか。別にいや、そっちは趣味で続けていきたい。いや、なんか看護師になるための部活っていうか、別にないかなと思って。ああ、看護師が部活がない。そういう関係が持てる感じで、保健医とかでもいいと思うけど、なんかじゃんけんに負けたから。え、何今の部活が。いや、その別のなんかクラブ活動みたいな、委員会みたいなのに負けたから。負けたから何やったの。まあ、文化委員して。ああ、そういうことか。なるほどね。あ、そういう事情があるんだね。なるほどな。じゃあ、あの同じような話でちょっとあれ行きますか。最後です、はい、行きましょうか。じゃあ、はい、やっぱやりたいとなりたい、まあ、これはもう最後、三笘くんですね。これどんな話なんですか。はい、なりたいっていうのが、自分がなりたい職業があるっていうので、まあ、やりたいっていうのは、まあ、自分がやってみたい、まあ、野望があるってことなんですけど、まずなりたい職業っていうのが、まあ、いくつかあるんですが、まあ、そのうちの一つが、工業デザイナーになりたいなって思っています。で、なりたい、あ、やりたいですね。やりたいっていう野望の方は、大学生になったらぜひ海外に出てなんか国際貢献のボランティアとかできたらいいなと思っています。ちなみにその工業デザインっていうのはどんな仕事なんですか。 どんな関係の仕事なんですか。はい、工業デザインっていうのは工業製品、今僕が座っている椅子であったり普段使っている文房具や、あと乗り物とかの、デザインを、デザインする、仕事です。なんかいっぱいありますけど、具体的にこれが作りたいとかあるんですか。僕はそうですね、家電。家電、家電もいろいろある。やっぱり家庭で使うよく身近な家電製品。電子レンジとか。そうですね、電子レンジ炊飯器。かなり具体的ですね、もう夢が。夢というか、もうなりたい職業は結構明確にあるという感じなんですね。はあ、まあ、まあ、高校生ですよね。高校1年生。高校2年生。2年生かも。じゃあもう大学も考えながらそういうことを考えて、はい、そうですね。結構この中でも将来の職業を見据えて大行きたい高校とか大学まで結構決めてるってところいますか。まあ、結構いるんですね。そうですか。まあ、まあ、あとね、高校生はそうだけど中学生で、あ、江戸前だと。どうでした。僕なんか全く考えてませんでした。そうですね。今ちょっとなんかこうバランス会場にもちょっと聞いて、たくさん中学生来てくれてるので。じゃあさっきと同じ質問で、結構もう行くなりたい職業がもう決まってるって子いますか。で、特に中学生で。あ、結構いますね。あ、そうですか。じゃあそれに合わせて、じゃあもう高校とか大学ももうここに行きたいってのははっきりあると思いますか。あ、結構いるんですね。あ、そうですか。あ、どうもありがとう、避けてもらっていいですか。なんか僕たち、僕が今年36なんですけど、僕が本当中学生の頃って、僕田舎出身のこともあって、普通に川で遊んだりしたので、何も考えてなかったっていうか、本当実際のところですね。高校の時にようやく大学のことを考えて、大学に入って就職のことを考えてっていうふうになってたんだけど、確かに今は、でもそれから多分今の大学生とかは結構就職のことを考えると、就職のことを考えて大学を選ぶって結構増えてきたかもしれないですね。森山さんどうでした。そうですね、私も今年で26なんですけど、中学生の時に将来のこととかって、正直全然お恥ずかしながら考えてなくて、なんかバスケ一筋みたいな感じでしたね。で、高校の時もそんな弁護士さんかっこいいぐらいのモチベーションで大学に進学をし、今は全く、ね、今はちょっと違う路線の教育 NPO というところに一応置いてますね。なんか自分は、まあ、今はこれになりたい、特にね、まあ、おばさんみたいにイルカのトレーナーになりたいっていうふうになったけど、例えば20年後とかにやっぱりイルカのトレーナーやってると思いますか。
バーバラさんはやっぱ先生ですか高校ぐらいの時にも結構網掛けとか弾くんじゃないですかそうじゃない、あー、なるほどね。気候関係の仕事にはなりたいなって思って、うん、なるほどな。相馬君どうですか。いや、僕も本当にそういう仕事なんかに、まあ、弁護士が一番、うん、今目指している職業だけど、うん、そういう関係の仕事につければいいかな。そういう関係っていうのは、なんとかしいんだろう。法律関係、あ、はい、じゃあ会計、あ、会計士は法律じゃないのか、司法書士とか、あ、そうです、そういうのに行ってみたい、はい、じゃあ結構バリバリ文系なんです、まあ、はい、文系で行くのか、高木さんはどうでしょう、結構違うよ、調理、あの料理人とバスの運転手は他にも迷ってるのが、いや、やっとこその2つで迷ってる。なるほどね結構難しいよね、料理人とバスの運転手が増えて判断するのね、どっちがいい、どっちがいいですかね、でもどっかで決めなきゃいけないですよね。面白いだなと思ったデータがあって、まあ、アメリカの大学、結構有名な大学、アメリカの大学の先生が、今の小学生たち、今小学生の子たちが、大学を卒業する頃には、今 65% の子どもたちが今ない職業に就くっていうデータがあるんですよ。つまり、まあ、言うたら皆さん10年前とか20年前とかってなんかウェブデザイナーとかなんか IT なんちゃらかブロガーと か, なんかそういう全然仕事としてなかったイメージがなかったし、それこそ iPhone とかぐらいのもなかったしっていう時代で、なんかこう結構職業っていうものがそもそも変わってくる、働き方も生き方も場所もいろいろ変わってくるんじゃないかなっていうのは私すごく思っているところがありますね。ここも全く同じですね。多分僕が今やってる仕事とかは2000年の頃にはまあ本当ごくわずかの人しかやってないの仕事で、今それが結構回って広がってきたっていうのがいくつかあるんですよね。さすがにバスの運転手と料理人はなくならないと思うけど、新しい全く、ね、想像もしないような仕事とかに実はついてるってこともあるかもしれないんですが、三笘君とかなんかそんな予感とかあります？工業デザインっていう、まあ、デザインっていうと結構もう物を作る人からいろんな、まあ、僕たちのやってる仕事もコミュニティデザインとかいろいろあったりするんですが、いろんな風にジャンルが分かれてると思うんですけれども、なんかそういう予感というか工業デザインの方に住んではいるけれども、新しい仕事が生まれそうだなという感じとかありますか？はい、あります、はい、そのやっぱり昔っていうか、まあ、僕昔知りませんけど僕もねに比べてやっぱりこうパソコンとかスマートフォンとかがこう普及するようになって、僕らも普通に使うようになったので、こう外の情報っていうのがすごいこう入ってくるようになって、その普段生活してたらこう気づかないような職業にもこう気づくことができて、なんでそういうこうパソコンとかインターネットとかそういうのを活用したなんか新しい仕事がこれからこうどんどん生まれるんじゃないかなって思います。そうか、いや、看護師さんはだからむしろまたどんどん増えていきますよね、まあ、もっともっと必要になってると思うんだけれども、まあ、そういうところがもともと大きいんですか？岩井さんにまた聞くけど、高齢社会にどんどんなっていくじゃない、すると今からその上でよく言われるのは2025年ってことよく言われるんですよ。で2025年には何が起きるかっていうと、団塊の世代って言われる人たちが75歳を迎えるって言ってね、するとその介護の人がむちゃくちゃ増えるだろうって言われてて、まあ、今でも介護の人いっぱいいるんだけども、さらに莫大な数の人が介護が必要だった時に、まあ、必要なのはヘルパーさんだとか看護師さんとかいう人たちがますます仕事が必要になってくるんです。やっぱそういうところとかを見据えているんですか？3人に1人が高齢者。でも、もしもそんな風になったとしたら、うん、やっぱ必要としている人が、うんうん、多い方がいいと思うから、ね、そういうところもある。じゃ結構安定志向なんですか？いや、なんか全
く未知の今まで新しい仕事を作っていこうっていう風な感じというよりはっていうことなんですね。はい、なるほどね。イルカのトレーナーはありますかね、25年後とか。そうですか、小川さん。あると。あるよね、水族館がある。決別しながら。確かにそうですね。なるほど、そっか。今回その私の職業のところでは結構そういう自分が将来どういう仕事に就きたいかって話をまあ話してもらってたんですけれども、結構皆さんあれですよね、具体的なイメージを持ってやってると、さっきの会場に聞いてみても結構みんなもう今のうちからこういうことになりたいと決めて結構それに向けてこう勉強とか進めてるってなんですが、森田さんそこはどんな感じですか。結構その子供たちと付き合ってる仕事をされてるからだと。そうですね、何かこう目標を持つということはやはり繰り返しになりますけど、やっぱり生まれてそれに向かって挑戦していくというところなので非常に素晴らしいなと思う一方で、でも先ほど言ったようにそのじゃあ本当にそれって10年後20年後にあるのとか、ってことは考えていく必要があるのかなとも思っています。っていうのと、それがじゃあ亡くなったとか、まあ、生きていく中で何が起こるかわからないわけじゃないですか。もしかしたら、今住んでいる場所とかは違うところに住む可能性、自分の意思とは関係ない状況でですね、住む場所が変わったりとか、環境が変わるっていう可能性は大いにあるなと思ってて、今何々市になりたいっていうことが果たして、絶対なのかっていうと、なんかそれだけにとらわれるのも少し怖いなとも思っているところはありますね。三笘君にさっきやりたい話で海外のボランティアの話があって、あれもう少し詳しく教えてもらえますか。具体的にどんなことをしてるんですか。はい、きっかけがあって、そのきっかけは多分もうみんなと同じぐらいの中学校3年生2年生ぐらいの頃なんですけど、こうあるこうニュース番組があって、その中に特集が組まれてて、どういう特集かって言ったら、海外で貧困の地域でこう教育を受けられない子どもたちにこう、こう日本の映像教育のノウハウを使ってその貧困の子どもたちにこう教育を受けて、高校進学、大学進学を目指そうっていう、そういう特集が組まれてあって、そのニュースの特集を見た瞬間に、あ、これだって自分の中でこう流れ星が落ちたみたいに、こう俺がしたいのはこれだってこう直感で思って、それでいろいろ海外のことであったりだとか、その教育のことに関してこう調べるにつれて、ぜひ、大学生になったら、1年間ぐらい休学してなんかこう海外に出て、こう海外の子どもたちこうに、こうみんながこう教育を受けれるような、そういうなんか、ボランティアを、できたらいいなと思ってます。すごいじゃん、まさにティーチフォージャパンなんですか。おそらく知ってる団体なんじゃないかなって今聞いてて、うちは国内での取り組みなんですけど、イエデュケーションですよね。そうですよね。なるほど、すごい。それはやっぱりボランティアで仕事にしようと思わないですか。そうですね。なんか僕が中学の時に生徒会役員をしてて、だから中学生さんと出たんですけど、その時はもう当然、お金なんか出るわけもなく、ボランティアなんで、やっぱりその何か報酬が得られるって分かってこう仕事というか活動するよりも、こうボランティア、その生徒会役員に培った時みたいにこう、何もそのお金として得られるものはないけど、やっぱこうやってるうちにこう仲間ができたりだとか、仲間のこう笑顔を見て、あ、いいなっていう、こう充実を得ることができたので、やっぱそのお金ではなくて、ぜひボランティアというか自分の気持ちを原動力にしてできたらなって思ってます。仕事を一方でやりながら、そういうボランティア活動をやる、趣味の活動をやっていくっていうのは、ライフスタイルって普通にある話ですからね。この中で仕事以外でこれはなんか将来大人になっても続けたいなみたいな趣味がある人います。高橋さん何かありますか。片っぽ趣味にするといいんじゃないですか。バスの運転手しながらすごい料理がうまい。別に工作とか好きだから。工作どんなの作りますか。この前はミシン使ってマイバッグ作ったり、キット買って人形を作ったり。なるほどね。そういうのは結構続けていきそうな感じ。
ちっちゃいクラフトワークみたいなのを作ってるってことですかね。最近はそれで作りながら、ね、結構ちゃんと独立して、アーティストさん、作家さんみたいにしてやってる人も、まあ、僕の知り合いにも今少なからずいるので、実はそういう道もあるかもしれない。他に何かいます？小川さんとかどうですか？まあ、イルカ一つでしょ。ピアノ弾くの？すごい弾きそうだな。なるほどね。じゃあピアノを結構続けていきたい。はい。じゃあピアニストにはなろうと思わないですか？まあ、それはちょっと厳しそう。はい。じゃあ、弁護士の道で頑張ると。じゃあ最後、八木さんですね。八木さん、どうでしょう？まあ、確かに趣味がない、まあ、そういうふうになんか続けていくのが、まあ、ない人も次いますからね。ちなみに森山さん何かありますか？そうですね、私はあの結構体を動かすのが好きだからバスケとかですね、あの最近ジョギング始めたりとかっていうのはしています。ちょっとあのお話があれ趣味から外れちゃうんですけど、なんか私あの結構こうなんか夢は何だとか目標なんだとかって言われるとこう胸がざわざわしちゃうタイプ。なんか ないですか結構あの夢持ってますっていう方が多かったの で、うん、すごいなと思いつつも、でも私はなんかそういう質問されるとってなっちゃうような中学生とか高校生だったので、なんかこうそういう子でもなんていうのかな、いいようになってほしいなっていうふうには思っていて、その中でこう自分の中で、まあ、こうしっくりきた考え方があるんですけど、まあ、その何かこう目標があってそれに向かって頑張りますっていうタイプの人はもうどうぞどうぞ頑張ってくださいって。もう一つはあの何か興味があること、趣味でもいいし、なんかこう部活でもいいですし、そういうのをこう目の前にある何かをとにかく今まずやってみるって、そこから何じゃあどういう、あそれが楽しかったんだったら何で楽しかったんだろうと、自分どういうところに興味があるんだろうっていうのをこう抽出して、でそれをまた次につなげていく、それどん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 全然ジャンル違ってもいいんですよ、国内でもいいし海外だろうが何だろうが。それどんどん動いていくことによってすごい人の幅って広がっていくのかなって思うようにやってからは、なんかそんなにこう大それたなんかこれ言ったらみんなにこうすごいねって言われるような夢とか目標じゃなくてもいいのかなっていうふうには思いになりましたね。あの後ろのひな壇にいる子たちの中にも別に夢があるわけでもないと言ったので、後で振り返るときに少しそこは触れるのかもしれませんね。はい、じゃあちょっと時間が来ましたので、最初のチーム私の職業は一旦下がってもらって次のチームに入れ替わりましょうか。皆さん拍手をお願いします。
後ろの席の方にも知った顔が何人かいらっしゃるので本当に緊張してるんですけど、しっかり自分ができることをやっていきたいと思います。よろしくお願いします。仕事で九州大学 の留学生と普通の日本の学生が交流するにはどうしたらいいかを考えるためにやってるんですけど、その時に留学生にいろいろヒアリングをしてね、一番言ってたのは言葉しゃべれなくていいんだっていうことなんですよ。一緒にご飯食べるとか、美味しければにっこり笑い合うとか、ね、グッドってやるとか、それだけで全然いいんだっていうんだけど、やっぱり日本人の方が自分英語しゃべれないからちょっと一緒に いないでね、ご飯は一緒に食べるとしても喋れないからって言って遠慮しちゃうんだけども、留学生からするといやなんか一緒にご飯食べたいみたいなすごい軽いノリみたいですよ。だからなんかね、そういうところはなんかそのこっちが思ってる以上に言葉のハードルは割と低いっていう、まあ、結構現状であったりしますね。終わってしまったすいませんあの、ね、あ、じゃあ次行きましょうか。森山さんが言ったんじゃないですか。コール。クリステルのように。試してください。あ、いいですか。はい、おもてなしですね。おもてなし。はい。
おもてなしはどうでしたか。あ、はい、慎吾さん。これどんな話でしょう、おもてなし。皆さんよく知ってると思うんですけど、これはあの池田クリスティさんがオリンピックの招致会の時に言った時の言葉で、6年後って言ったら私たちは20歳ぐらいでちょうど社会人になっている時で、大勢の人がそのオリンピックに携わっているんじゃないかって思ってこのテーマにしました。なるほどね。そこからあの確かに2020年に東京でオリンピックがありますで、多分それに伴っていろんな人が日本にやってくるだろうと。でその時に慎吾さんはどんなことを思っているんですか。そういう時にどういうふうになっておけばいいのか。今駅とか道路の標識が、まだ外国人に分かりにくい表示になっていて、なんか戸惑っている人が多くいるみたいなので、その工事を早く進めていけたらなと思います。なるほどね。あ、そうだ、看板の工事か。看板、もちろんあの看板とかの工事も必要だと思うんですけど、工事以外にもなんか結構やれるようなことあって、なんか身近なことで何かありますか、慎吾さんが。さっきの話と似てるんですけど、日本人は外国人とあまりこう会話をしたがらないっていうか、遠ざけちゃうところがあるので、私たちがもう少し積極的に外国人との交流を深めていくことが、オリンピックのことにもつながるんじゃないかなって。なんか身近で、さっき長野さんはね、学校の交換留学の話をしてくれてたけど、慎吾さんが感じる、今普通に暮らしてて、オリンピックじゃなくて今ね、今普通に暮らしてて、外国人だな、この人とか、いうふうに感じるような場所って、どういうところがありますか。博多駅に行くとよく見かけます。あ、そうね、博多駅すごい多いですからね。なるほどな。慎吾さんここで考えてる外国人って、例えば、例えばそれはどこの国の人のことをイメージしてますか。アメリカとかロシアとかの人のこともイメージするけど、よくスーパーとかコンビニで働いてるアジアの人もは日本には多くいるなって思います。そうだよね。さっきの同じ話で、ただ旧大の留学生ってですね、2000人ぐらいいるらしいんですよ。ちょっとはっきりした数は、それ聞いた話なんですけど、留学生会の会長さんから。で、2000人ぐらいいて、で1000人が中国人だと。で、500人は韓国人ですと。で、200、300人がインドネシア人で、だからそのいわゆる西洋白人とかいう人はもっともっと少ないっていうことなんですよね。で、例えばその看板の標識とかもね、もちろん英語っていうのはグローバル言語としてあるんだけれども、中国語とか韓国語。そういうのがどん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 入ってくるっていうことはあるかもしれないですね。お前さん、そのあたりどうですか。結構付き合いでいろいろ外国の人と触れ合ってると思うんですか。そうですね。実は今私オフィス、仕事のオフィスが、コワーキングオフィスっていう自分の会社の会社だけではなくて、隣の机の人が別の会社の人っていうようなところで仕事をしていて、で実は後ろの席がですね、ドイツの方なんですよ。そのドイツの方、結構日本長いらしくて、普通に仕事の時、お疲れ様ですみたいな感じでですね、言ってくれて、ああ、いえ、みたいな感じなんですけど、結構なんか身近でいますねっていうか、ですね。次のフリップしましょうか。はい、次はじゃあ、はい。はい。レッツスピークイングリッシュ。これは誰でしょう。あ、はい。じゃあ、これどういうことですか。これ海外の方々に、例えばいきなり英語で、ハローって言われて、あ、ハローってなって、その後なんかわけわからない英語使われて、ってなって、止まってしまう人が多分多いと思うんですよ。自分が何を言えばいいか、どうやって伝えればいいかっていうのが分かんなくて、ちょっと余り込んでしまうとか、そういうことがあるんですけど、実際は英語は簡単なもので、単語だけで伝わればそれでいいっていうことを知ってもらいたいなと思って。なるほどね。なんか反対側そういう経験を記憶するんですか。はい。たまに海外に行って、ホームステイとかしたことはあります。その時になかなか最初は言葉が通じないんです。で、それは後からいろんな人から聞いて分かったんですけど、考えてるからだって言われてた。ああ、なるほどね。考えるなってことですかね。
なんかもうその頭にパッて浮かんだ言葉をそのまま文法だったとかそんなややこしいこと考えずに、例えばご飯食べたい、って考えるんじゃなくてご飯食べたい、あ、ランチって言ったらすぐに伝わるみたいな面白い感じでした。そうそう、だからそういう、さっき話した話の3つの話で、単語でいいところでしょ。そうです、まあ、まずはそれよりも関わろうっていう気持ちが先に出た方がいいよっていうふうな話ですか。じゃあ、畑も結構やってるんですか。結構、最近ですけど、その散歩、犬の散歩してるときに近くにいたあのカナダの人にちょっと衝動的に喋りかけてしまいました。それどう、衝動的に話してどうだったんですか。結構なんか、おー、こんにちはみたいな、ちょっとなんかうまくはないけど、なんか単語とかで英語を話して、その人も分かってくれたみたいで、ちょっとペロッと話しかけてました。なるほどね、まあ、身近に話、あの普通に道歩いてて、出会った人に声かけたってことですね。そう、結構進んでますね。なるほどな。私の話していいですか。散歩の話で思い出したんですけど、私もこの前あのランニング、それこそランニングをしていて、ですね、自分から話しかけたんです。話しかけられたことがあって、で、まあ、あのなんかナンパだったんですけど、ナンパだったんです。でも車の中からなんか、へーみたいな感じで言われたので、あ、なんか道に迷ってるのかなと思って、これは助けなきゃと思って、あ、なんかどうしたんですかみたいな言って、なんかこういう話をしていると、あのまあ、結局ナンパだった感じだったんですけど。そうそう、私ナンパ派だって自慢だったんですよ。ちなみにそれはどこの人なんですか。あ、その人がですね、セネガルだったんですよ。セネガル人で、話をしてて、で私、まあ、英語で話しかけられたので英語で喋っていて、で自分もすごくあの勉強したいなと思ったので一生懸命たどたどしくも英語で喋ってたんですけど、なんかあっちの人がこうだんだん途中から日本語になってきて、なんか日本語の方がうまいみたいな、あれこの人何なんだと思ってて、でも、まあ、あの話をしてたんですけど、で家帰ってですね、あのちょっとセネガルについて興味が湧いたので調べてみたんですけど、セネガルは実はフランス領だったので、フランス語なんですよ、母国語が。別に英語ってそんなにあのそこまでメインじゃないかったのでですね、なんかあのそういうの知らずに英語で喋っちゃったなっていうのはありましたね。そういう場合、話しかけてみたり話しかけてられてみないと分かんないわけですよね。僕もすごい頑張って、まあ、ドイツ行った時にすごいドイツ語で話したらすごい流暢な日本語で入ってきたりしてですね、結構ショックだったりするんですけど、それはやっぱり、まあ、関わろうと思ったら生まれることですね。はい、じゃあ、はい、行きますか。はい、行っちゃいますか。はい、はい、はい、どんどん、うんうんトリウムと、これは、まあ、立花君しかいないわけだけど、じゃあこれ何かしら、これ呪文かなんかですかね、うんうんトリウムって。これを鳥で話していいのかが分からないです。そうそう、そういいよ。まあ、まあ、元素ですね。簡単に言うと元素か、まあ、元素です。元素は分かったけど、なぜその話をこぼれしてるかちょっとした方がいい。あのこのウートリウムってあの存在は分かってるんですけど、まだこの名前が仮名で、まだ存在 の, 立証あの実証実験ができてないんです。まあ、どこも認められてないんですけど、それがあのこの前日本であのなんかそれが認められそうだったっていうあのニュースがあったんですけど、それ知ってる方っていらっしゃいますか。会場で、わ、すごい、手を挙げる人がいる、すごい。少数派でしたね。少数派だよ。あんまり認知度低いじゃないですか、うん、まあ、こういう関連のニュースが、うん、まあ、その外国と比較してなんですけど、うん、まあ、そう科学系のニュースがそんなにまあ出回ってないというか、まあ、そう身近にあんまり感じてられないというか、うん、感じられてないというか、そういった感じ、うん、思ったので。なるほどね。あの、じゃあ結構外国は状況が違いそうなんですか。まあ、日本よりはもうちょっとあの政府 の, あの出すお金ももうちょっと高いですし、ニュースとか研究に対し て, 対して あんまりそう、なんていうんですかね、普通に日常にそんなに出てこないような感じの気がしますね。ちなみにそんな、いや全然話変わりますけど、そのうんうんトリウムみたいなそういう元素の話とか、ね、学校で勉強してるんですか。いや、家でちょっと調べてたら何を調べてたら、うんうんトリウムの話ですけど。いや、小学校の時になんか元素を見て、これ面白いなってなってずっと見てたんですけど、たまたまその
ルーントリウムっていうのを見て、あ、これがと思って、ニュースでなんか出たのを見て、あ、なるほどね。なんか出てるなと思って見たら、あ、確かにその日本ですごい発見をしたと。で、それを例えば世界的に認めてもらうためには、まあ、ちょっと英語で論文を書かなきゃいけないわけですよね。だけど、その英語で論文が書かれていないがために、まあ、すごい発見なんだけど、日本人しか知らないし、もちろん日本人もほとんど知らないというふうなことが結構あるわけです。それが世界に評価されて、なんかすごい賞を取った日本のウーントリウムですとか言ってくれば、みんな知るかもしれないけれども、今の段階だと、まあ、立花君とその周辺、まあ、上の話として言われますけど、あの結構少数派にとどまっているということですね。なるほど、同じような問題結構なんかありますか？そのやっぱり今もちろん中国とか韓国とかアジアのこともあるんだけれども、やっぱり国際共通言語としては英語っていうのがドーンと引き出しがなくあって、それをまずは勉強しないことにはやっぱグローバルな感じもしないということです。慎吾さんがさっき考えた看板とかいう話もそういう英語の話なんですか？あ、それもあるし、うん、東京は交通網がとても複雑なので、うん、例えばここに行きたいけどどこで取り次げばいいんだみたいな、うん、そういうのが外国人だけじゃないし、うん、高齢者の人にもよく理解されてないところがあるから、うん、そこをもうちょっと分かりやすくしようっていうことで今工事が進められています、うん、なるほどね。よし、決まった。じゃあそしたらですね、さっきのあのね、あの三笘君みたいに留学し、あの国際系のボランティアしたい話もあったので、そのあたりはまた振り返って触れれればなと思います。じゃあどうもありがとうございました。次のチームに行きましょう。よろしくお願いします。
中の、お医者さんですかね。今日は僕は皆さんを飽きさせないトークをしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ということで、よろしくお願いします。チームニコニコとですね、ニコニコと書いてあるんですけれども、結構まあこれ準備の前の段階からカンカンガクガクの議論をしているメンバーだったので、結構もうマイクを取り合う感じでですね、こちらがどうこう言わなくても、こう次は私みたいな感じで回してもらってもいいかなというふうに思っています。ちょっと最初だけいきましょうか。はい、じゃあ最初、あ、どうぞ。はい、じゃあ最初の答えです。はい、1日2時間以上。これ大丈夫ですか？はい。すいません、これは、俺が、皆さんニコニコ動画って知ってます？ニコニコ動画で動画を見る、まあ、視聴する時間の平均の時間ですかね。遊んでますね、やっぱり。平均の時間です。あ、ちなみに、ニコニコ動画ってご存知の、知らないって知ってますか？知らないって言いますか？あ、結構知らなかったです。ニコニコ動画というのはですね、動画を閲覧できるインターネットのサービスで、大きな特徴は動画にコメントが同時に流れるんですよ。そういうふうなサービスで、まあ、多分普通はその10代20代中心に人気なんですけど、まあ、3.11 の時にですね、テレビが使えない時に結構 NHK の情報とかニコニコ動画に流れて、その時結構一般には知られ渡ったというふうに言われてるんですね。じゃあ1日2時間勉強じゃなくてニコ動見てるんですか？それは誤解です。皆さん誤解しないでください。僕受験生ですけど、2時間以上は、まあ、休日の時であって、ちゃんと勉強してますので、そのところはご安心ください。何がそんなに2時間以上もとりこにさせてるんですか？ですね、ニコニコ動画っていうのはとても今最大級のサイトなんです、日本で。で、その中でもいろいろなジャンルがありまして、その僕はじゃあそのジャンルの一つに中、まあ、取り込まれてるんじゃないですけど、中毒中毒になってます。何のジャンルなんですか？ですね、例えばですけど、多分中学生は知っている、初音ミクだったりとか、歌ってみたとか踊ってみたとか作ってみた、さらに、踊ってみたり言ったか、まあ、そんないろいろジャンルにもハマってて、俺はそこで全てのジャンルをもうなんか取り込んでる。まさに自分自身がインターネット。最後によく分かんなかったんですけど、少し言葉の解説をしながら進めさせてもらうと、初音ミクっていうのは、なんていうんですかね、ボーカルシンセサイザー、シンセサイザーって言われてるんですが、歌わせることができるんだよね。でニコニコ動画の特徴なんですけれども、基本的にアマチュアの人たちが自分で作った曲を、例えば初音ミクに歌わせて動画をサイトにアップしたりですね、あるいは自分で歌ってみてアップしたりという、基本的に、まあ、中からプロの方も出てきてるんですけど、基本はアマチュアの人たちが自分で作った音楽を自分たちで歌ったり動画をつけたり踊ったりしてるって、そういう風な表現がゴンゴン集まって、そういうウェブサイトに松井監督がドハマりしていると。そうです。説明不足で本当にすいません。全然全然です。ちなみに松井監督はその時間を、こう、なんですか、まあ、2時間以上ということは、他の友達とかと、はい、遊んだりするよりも、まあ、ニコ動を見てる時間の方が大事。この中学生サミットの打ち合わせの時に、俺一人で行動するのが好きと言ってて、その一人で行動するうちは大体ニコ動を見るか、勉強するか、寝るか、食べるか。そうですよ、うん、友達と会ってないんだ。いや、そういうわけじゃなくて、友達とも会ってるんですけど、ちょっと一応、まあ仕事上会長というあれなので、たまに疲れちゃうので、ちょっと一人の時も一人の時があってもいいかなって感じです。なるほど、なるほど。
まあ、ニコ動を2次元とするというところで、まあ、今回2次元 VS3 次元なのでちょっと2次元サイドの別の意見を聞いてみたいと思います。ちょっといいですかね。はい、じゃあニコ動とは別の、はい、知ってる YouTube、はい、お返事は限界に、あ、こんなうつさちょっと恥ずかしいですけどあ、知ってないっていいじゃん YouTube っていうのも、まあ、動画サイトなんですけど、まあ、自分たちが作った動画とか撮った動画を自由に投稿することができて、でその YouTube は最近その企業が宣伝の動画を出したり YouTube で有名な人とコラボして宣伝したり結構宣伝効果があって、で僕もある有名な人が YouTube でゲームを実況している動画を見て、まあ、そのゲーム面白そうだなと思って買ったこともあるし、あ、すごい、はい、宣伝効果があるんですけど、でも全部がいい情報っていうわけじゃなくて悪い情報とかもいっぱいあるから、それを自分で取捨選択して選ぶことが大切だと思います。ちなみにゲーム実況っていうのはですね、ゲームをやっている様子を動画に撮ってサイトに上げてるっていうことですね。だから人が同じ部屋で人がゲームをやってるのを見てるっていう、そういう感じでやっていいですかね。それ見て、じゃあゲーム実況動画結構山下見てるんですか。はい、よく見てます。ゲーム実況動画はどういうところが面白いんですか。CM が15秒しかなくて、あんま欲しいとか思っても、まあ、15秒だけだったら内容とかは全部は伝わってこないんですけど、まあ、実況してて実際にプレイしているところを見てたら魅力とかが伝わってくる。テレビの CM だったらまあ15秒ぐらいで、あ、こんなゲームがあるのかぐらいで終わるんだけど、ゲーム実況だと実際にそのゲームをやってる様子を、まあ、友達がゲームやってるのを間近で見てるような感じだよね、になるからすごい参考になるっていう話ですかね。森山さん、なんかそういうのとかありますか。そうですね、私は動画じゃないんですけど、結構なんですか、物を買うときは買う前にネットでググるというか調べるっていうことは癖になりましたね。その評判とかお店が出している情報ではなくて、ユーザー使っているお客さんが書き込みとしてるじゃないですか。ご飯食べるところとか、そういうところは結構見るようになりますね。どんな情報は良くないと思いますか。やっぱりこれは動画じゃないですけど、画像とかだったら前ローソンコンビニの店員がアイスのクーラーの寝そべってとか、あまり公にはできないような悪い情報とかも流れるので怖いなと思いますすごい謎パフォーマンスでありがとうございますじゃあ次行きましょうか。はい、そうですね。じゃあ、はい、対立構造、はい、じゃあ電子書籍 VS 紙の本、これは正解です。はい、まあ、電子書籍っていうか、もうその何て言うんですか、例えばウェブ漫画だったりとかして、まあ、電子書籍っていう、まあ、電子書籍っていうか、まあ、そういうくくり対、まあ、そういう普通に、まあ、売ってる、まあ、本、その書店とかに売ってる、まあ、本の、まあ、ことを話していきたいと思うんですけど、まあ、電子書籍のいいところとしては、まあ、安くて、しかも持ち運びが多くの本を一つのそういう端末に運べるってことがあって、まあ、悪いところとしては、まあ、そういう例えば人とそういう店員さんと喋ってどうこうとかができなかったり、まあ、わざわざ書店に出向いてそういう買うことができないので、まあ、今の感じですか、通販だったりみたいなのがあるので、まあ、そこがちょっとダメなところだな。ちなみにこの中でですね、電子書籍で本を読むときはもう電子書籍を使ってるって方どれぐらいいらっしゃいます。ほとんどいらっしゃいませんね。皆さんじゃあ結構紙の本を読まれてるって感じなんですかね。じゃあもう本といえば紙だっていう方は結構ほとんど、まあ、そうですね、ありますね谷口君は紙の本派でしたっけ。
紙の本派ですね。電子書籍はじゃあ流行りそうにないいやけどやっぱり安いじゃないですか、うん、その紙の本よりすごく安い例えばそのまあその普通に売ってる本より安くてしかも無料の本だったりしたりそのネットの中で 50% オフだったりして売ってるものがあるので、まあ、そういったのがその電子書籍の優れているところだなと。どうですか本電子書籍読んでます？そうですね、でも本私個人、まあ、めくる感じが好きなので紙の本の方が多いんですけど最近ですね iPad mini を手に入れまして、雑誌とか買って読んだらもう捨てるだろうみたいなものについては結構書籍電子書籍に入れるようになりましたね。だからそういう使い分けをするようになりました。こういうふうに今回このチームはですね、まあ、二次元というか、割と新しいメディアですね。新しいメディアを通じて、まあ、こういう面白いことが起きてるっていうふうな意見を推してる派と、やっぱりそういう、まあ、新しいメディアではなくて、そうじゃない別のやり方の方が大事だろうっていうふうな意見が結構あるということで、じゃあそういう意見を少しずつ聞いていきましょうか。〇〇がなくなり心が安定と。はい、じゃあこれは、はい、小林さん。何がなくなったら心が安定ですか？携帯です。携帯、なるほどね。やっぱりその私も結構小学生の頃から iPad とか iPhone とかを買ってもらってて、それですごい魅力的なんです。いろいろ調べることができて、それでやめられなくなっちゃって、それを聞かれた親がもう受験生っていうこともあってちょっと取り上げられちゃったんですけど、それで最初は LINE 来てないかなとかメール来てないかなとかいう不安で嫌だったんですけど、だんだんそうやっていかないうちに慣れてきて、でふって気づいた時に、あ、最近なんか心が安定してるなっていう、なんか嫌なこととか考えなくなったなって思って、何だろうと思ったらやっぱり携帯かなと思って、で携帯持たなくなったことによって睡眠時間だったり家族と話す時間だったり勉強時間とかも増えたので、やっぱり携帯っていうのもすごい魅力的なんですけど、他にも大切なことはいっぱいあるので、やっぱりそうですね、やっぱりこれから大事なんですけど子供にはあまり持たせない方がいいのかなって思います。中学生と小学生の時から iPod とか持ってたんですか？ iPad とか。いや、親がこれからやっぱりこういう時代になってくるから、やっぱりちょっとだけでも扱ってた方が身になると思って、私も最初そう思ったんですけど、やっぱりその携帯じゃなくて他のこともいろいろ大切なことがいっぱいあるんだなって最近気づきました、ね。この会場で特に中学生で携帯持ってないって言ってますか？携帯結構多いですね。でも逆に言って、その以外の子は携帯を持ってるんですね。なるほどね。いや、そうか。むしろその親御さんから携帯がない方がいいという発言に親御さんが話してたって言われましたけど、結構なるほど。同じような意見で、もし聞いてみましょう。はい。はい。待ってないっちゃけど。はい、これから。スマートフォンです。スマホ持ってないのね、うん。スマホ持ってないとどうですか？いや、僕は別に欲しいと思ってないのが持ってない理由の一つでもあるんで、あまり欲しいとは思わないです。結構ね、その例えば LINE とかメールのやり取りで、さっき友達様メール来てないかどうか不安っていうふうに、結構持ってる人同士は、メールが来たらちゃんと返信しなきゃいけないとか。LINE が来て記録がついてるのに返信してないっていうのは無視してるんじゃないかとか言って、結構夜遅くまでやり取りやっちゃうとか問題になってるんですけど、亀井君もそんなのとは全く無縁の生活を送っていると。全く考えたことないです。全く考えずに日頃野球をずっとしこしこやってるわけですね。
なるほど。で、そっちの方でも充実してるっていうか、その野球がない生活をしたことがないので、他になんかそのアプリのゲームとか、なんか LINE とかは楽しいのかもしれないですけど、やっぱり外で動く方が楽しいかなっていうのが思います。いいですね、なんか古き良き時代というか。中学生まだいるんだみたいな感じで思いましたよ。なるほどね。いや、あのさっきのニコニコ動画の話じゃないですけど、ニコニコ動画って10代の子がコメントをつけてる率が一番すごく高くて、若い子がすごく使ってるってデータが出てるんですね。だから最近の中学生はね、ニコニコとかいっぱいやってるのかなと思ったら、亀井君みたいにひたすら野球ばっかやってるっすみたいな大人の子もいるっていうことですね。じゃあもうちょっと次の方に行きましょう。やっぱり人と人とのつながりでしょ。これは運営さん、はい、もうこれはもうタイトルまんま、はい、どうしてそう思うんですか。私は住んでいる、アパートが、まあ、ちっちゃいんですけども、そのアパートの同じアパートの人たちとものすごい仲が良くて、今日ちょっと野菜とかを送ってきたからこれあげますよって言って、その下の階の人とかにプレゼントしたり、役にもらったりとか、あとは夏休みには毎年そのみんなでバーベキューをしたり、そういう地域の人とのつながりも大切じゃないかなって思いました。ちなみにさ、スマホとか持ってるんですか。いや、持ってないです。携帯も。携帯も持ってないんですけど、最近ちょっと親がスマホに変えまして、スマホのキャンディークラッシュにハマってます。キャンディークラッシュどういうやつですか。あの動かしたら3つ同じキャンディーが並んだらシュンって落ちる。なるほど、ね、アプリのゲームね。はい、にハマってる。ハマってます。なるほどな。でもあれですね、珍しいですね、いまだにそういう地域の中のそういうすごく密なつながりはあるのかって。結構子供の頃からそうなんですか。はい、もうちっちゃい頃から、うん、あの1つ上、2つ上、3つ上のお姉ちゃん、お兄ちゃんたちがいっぱいいて、そのアパートですね。で、そのお兄ちゃんたちが部活やろうかないやろうか関係なく遊んでくれたり、お家に遊びに行ったり、そういう地域の同じアパートも限らず地域の人たちとも結構交流は。そうか、じゃあそのよく言われるようなそのメールのやり取りの煩雑なのに紛らわされることもなく、はい、結構じゃあ身近な人たちと楽しくやってますね。はい、そうです。なんかすごい予想に反していろんな意見が出てきますね。なるほど。あ、じゃあ最後行きましょうかね。いや、とはいえいいとこ取りをしたいんだという意見がありました。はい、中本さん、これどういうことですか。いいとこ取りしたい、今までは2次元とか3次元とかどっちかだけっていう意見が全部だったんですけど、なんか2次元のいいところと3次元のいいところとどっちも取れたらもっといい社会ができるんじゃないかなと考えました。2次元のいいところって何でしょう。2次元のいいところ、例えばさっき電子書籍と紙書籍みたいな話があったと思うんですけど、そういう感じでなんかまず便利だし、何より一つのものの中にいろいろな機能が入るっていうのはもう10年前とか考えられなかったと思うし、なんか今までなかったものがこのように登場してもうすごく便利なものなんですよね。だから、うん、まず2次元は便利なところがいいところだと思います。一方でじゃあ3次元の方もなくさないようにしなきゃいかんということですかね。それは3次元はやっぱりさっきもあったんですけど、通販とかで人と会話をしなくても買い物ができたりとか、なんか物を買えたりとか、そういうのってなんかやっぱり人と喋って通じる心みたいなのがあると思うんですよね。だからそれが完全になくなってしまうっていうのはなんかコミュニケーション障害を生んだりするのではないかと考えます。どうでしょう。
純粋にあの中で聞いてみたいなと思って、今の意見に対して皆さんので。確かに杉川君とかなんか、何ですか、いろいろ一番最初のニコニコの勢いがだいぶ減ったと思いますけど。僕も、2次元、3次元、どちらとも大切にしたいし、まあ、どちらかというと2次元よりなんですけど、まあなんか、もともとさっき言った動画っていうのは、誰でも今作れる状態で、スマートフォン1台あれば、誰でも投稿できて、本当に便利なものなんですよ。だから、その動画によって今、地域活性化のために、動画を出している地域の方々もいますし、まあ、さっき言ったように企業の人たちが CM を出したりとか、そこら辺でまあ動画サイトとか便利だから、まあそうですね、コミュニケーションですね、やっぱ2次元、3次元、そのつながる、ちょっとできないですけど、ちょっと出して、これ、出して、やだ、まあつながりです。上で、まあ、使えるものはいい感じで使いたいという話ですよね、はい、もちろんそのニコニコ動画の中でもその、まあ、ダンスを一緒に踊ってる人たちが実際にその踊ってる人たち同士で実際に福岡の中でも集まってイベントをやったりとか、そのうち一番の違いはゆみさんのおっしゃるみたいに、その一つの地域に住んでて地域の周りに人がいると、でそこでのつながりというつながり方も一つはあるんだけれども、例えばそのニコニコの中で起きているようなのは、その同じ趣味を持ってたりとか、同じものが好きだっていう、同じ興味とか関心を持った人たち同士が地域を越えて集まるような、そういう一つのきっかけに多分なっているんだと思うんですよね。追加君はなんかそういうインターネットを通しての新しい人とつながったということはあるんですか？僕はどっちですか？どっちですか？俺はあります。Twitter も Facebook も YouTube も、ニコニコ動画も大体アカウントは持っていて今苦笑いしたいと言いましたよね。まあいいですけど、まあ、どれもアカウント持ってて、その中で、まあ、動画投稿もしますし、歌ってみたというジャンルで動画投稿もしますし、そこでコメントが来てそれに返したり、まあ、そこで生まれるコミュニケーションがあるので、僕はそういうところが好きです。亀井くんがなんかもうすごい呆れてみたい顔してますけど、どうですか、そういう月川くんの意見に対して。いやもう後ろで言ってる意味がよくわかんない。亀井くん的には拍手が起きます、ね、言ってる意味がよくわからんと、僕は野球をやってるのだと。確かに訳が分からないっていうのは確かにそうかもしれないですよね。さっき言ったそのアカウントを持ってるっていうのは、ニコニコ動画の杉川君の顔があり、ツイッターにはツイッターで杉川君の顔がありっていう、そういうことですよね。でツイッターを介して付き合う人たちもいれば、ニコニコ動画を介して付き合う人たちもいてっていうふうに、いろんなつながりのところに、まあ、こうつながっているというふうな、まあ、話なんだと思う。もうやっぱそれは多分ちょっと聞いてよく意味が分かんないよね。はい、なんかそのアカウントがどうのこうのとか、なんかそのネット上のつながりとかはあんまりしたことがないので、よく分からないんですけど、もうその野球ばっかりって言いましたけど、野球やってる中でもやっぱり小学校のチームの監督の人と出会ったりとか、中学校は中学校の監督とかコーチとか出会ったり、対戦相手の子と友達になったりっていうのもしたことがあるので、やっぱりそういう中でも人のつながりっていうのは大事にしていかないといけないなと思います。確かに、すごいいい話に持ってきたね。じゃあ YouTube でいろいろ見てるって山下君どうですか、この辺り。と僕はちょっと YouTube をちょっと見てる、あんまりそんなに携帯を持っているんですけど、そんなに中毒になるほどではなくて、弟がまだ小6なんですけど、家にみんなで使う用の iPad があるんですけど、弟がもう iPad にハマりすぎて、もうほとんど弟
その iPad を一日中見てて、もうヘッドホンしてるから、もう話しかけても全くもう聞こえなくて、だからそうあまりハマりすぎるというのは、やっぱり家族とかの、あの、はい、コミュニケーションとかもできないと思うから、ダメだと思います。だんだんとこう、すごい三次元寄りになってきました。で、前の回の時に話したか忘れちゃったんだけれども、なんていうんですかね、その人のつながり、2次元、3次元だけで語られないところもあるなと思ってて、次はどうかな、ニコニコ動画を介して、それからこう人のつながりが生まれる、まあ、ニコニコ超会議でしたかね、だからそのあたりの話を、ニコニコ超会議とはというところから少しお話をしていただきたいんですが。はい。ちょっと説明させていただきますと、ニコニコ動画には毎年1回、ニコニコ超会議という会議がありまして、そこでですね、なんかその、まあ、さっきジャンルって言いましたけど、例えばボーカロイドのブースがあったりとか、たくさんのそのジャンルによったブースがあって、まあ、ユーザーと呼ばれる、まあ、動画を投稿している人たちとかがそこに直接売りに行ったりして、そこでそのファンの人とかと触れ合ったりとかできる場所で、だからなんていうかな、確かにあまり二次元にもね、行き過ぎちゃいけないと思うけど、やっぱりそういうイベントとかで触れ合う、いろいろな、しかもニコニコ動画でいろんな国の人も集まるので、そこでいろいろなコミュニケーションが取れるっていうのは素晴らしいことなので、まあニコニコ超会議の一ついいところじゃないですかね。ありがとうございます。だからそこで思ったのが、その、まあ、一定数どれぐらいちなみに集まるんですか、1回に。ですね、毎年12万人、ね、で12万人いて、ネットの配信があるんですよ。そこでは3万人か4万人ほど集まるみたいです。それだけ多くの人を巻き込んでいて、一つのコンテンツになっていて、そこに経済が発生しているんですよね。そこをこうなんか、要は分からん、使わないは人の判断、この価値観だと思うんですけれども、なんか否定してても何も生まれないなというか、一定数巻き込まれていている、何かが生まれていている中しかだなっていうのは、なんかこう共有しておきたい気持ちを持っています。友谷さんがすごいうなずいてるので、なんか次からの味方でもしてくれるんじゃないかと思うんですけど、今ですけど、どうですか。やっぱり今いろいろな技術が発展してて、いろんなものが出てきて、やっぱりその中で新しい仕事とかもさっき言ってたように出てきてると思うので、やっぱりそこで新しいなんか自分の知らない一面とかを、そのインターネットとかそういうので見つけることもやっぱりあると思うので、さっき検索してその自分の職業に合ってるとか、そういうのもやっぱり不安いろいろある中で、なんかその一つの情報として私たちの支えにもなるんではないかなと思います。使い方次第ってことでしょうね。その携帯、その山下君の弟君みたいにもうどっぷりハマってると今さすがに問題かもしれないけれども、多分適度な距離感とかいうのを掴んで使っていくのがいいんじゃないかっていうのは話じゃないの。鎌田さんもそういうふうなことですかね、2次元と3次元のいいとこ取りみたいな話。そうですね、いいところをそれぞれあると思うので、どっちかだけじゃなくてどっちも取っていい感じになったどっちも取っていきたい。鎌田さんはなんかそういう、ただ2次、ただインターネットとかですね、ウェブを介したつながりみたいな、そういう人とのそのつながり方って何か経験とかありますか？私はスマートフォンを持ってなくて、で家で本当 LINE したい LINE したいってずっと言ってるんですけど、もう本当にずっと言っても全然ダメなんですよね。でつまり親御さんがやらせてくれないってことですか？そうです。だから SNS はすごくやりたいと思ってるけど、やっぱ周りの話とか学校の話とか聞いても、まあ怖い面もあるのかなっては思うけど、でも本当にやりたいと思うし、うん、SNS っていうのはやっぱりそれだけじゃなくて、なんだろう、 SNS も使いながらちゃんと友達とのコミュニケーションも大切にして
ちなみに SNS というのはですね、ソーシャルネットワークワーキングサービスかの略で、まあ、例えば Facebook とかですね、ちょっと古いですけど Mixi とか、まあ、さっき言ったみたいな LINE とか Twitter みたいにインターネットを介して人と人がつながり合うことを目的としたサービスなんですね。でただそれはインターネット上だけでつながっているというわけじゃなくて、まあ、Facebook されている方は結構いたと思いますけど、現実的な付き合いをそのままウェブに乗っけたみたいな、その中で新しいつながりがどんどん生まれていくというような、そういうふうな、まあ、サービスにもなってるってことですね。そっか、じゃあ例えば私 LINE とかは結構厳しいんですね、やらせてもらえない。そうです。川瀬さんがそれでもその LINE をやりたいと思うのはどうしてですか？どういう魅力が LINE にあるんですか？まあ友達がほとんどやってるっていうのもあるし、なんか連絡とかもほとんどみんな今 LINE で済ませちゃうんですよ。だからなんか遊びに行く時とかも自分だけメールで回してもらって、なんかその手間もめんどくさいし、しかも友達にも迷惑かなって思うと、うん、やった方がいいのかな。そう、 LINE っていうのは例えばこういうふうなスマートフォンでですね、まあ、ものすごく簡単にできるメールっていうふうな説明でいいんですか？まあ、電話もできますよね。まあ、そういうふうな仕組みがあるんですけれども、そうか、みんなは LINE でやり取りやってると。自分は LINE をやってないから、自分だけには別に、別のやり方で連絡をもらわなきゃいけないっていう話ですね。なるほどね。そういうふうな問題は確かにあるかもしれませんね。まあ、これはちょっと新しいメディアの話のようになってるけれども、例えば50年ぐらい前そうかもしれない。例えば、家に電話がある人には電話をかけるけど、電話がない人には手紙を送らなきゃいけないって話は基本的に同じ話なんですよ。ただそれがどん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 そのメディアが変わってきたから、今は LINE っていう、まあ、すごく簡単な仕組みでできるのが、いちいち別のメールで送らなきゃいけないというような話になっていて、で常にですね、このメディア、新しいメディアが登場した時には古いメディアを使った人たちが新しいメディアを常に批判するんですね。っていうのはいつもでもずっとあるので、もちろん LINE が危ないとか Facebook が危険だっていう話は、まあ100年ぐらい前のことで言えば同じような議論でずっと繰り返してきているので一概には言えないんですけど、確かに現実に問題が起きては確かに目があるわけですね。谷口君、さっき電子書籍の話してましたけど、そのあたりどうですか？ SNS とかやってますか？今やってますね。あ、LINE やってる。あ、今は、まあ、受験期間に入ってるんで、まあ、そういうふうにやってないんですけど、まあ、その2年中2だったら中2の頃はすごく LINE とかやってました。LINE をよくやってた、つまり LINE で何やってるんですか？あ、その、なんていうんですか、中学校 その学年別のグループだったりで、まあ、もうすごい時はもう2時だったり、夜の話してる、まあ、時もありました。なるほどな。それはつまり、普通の、多分学校は違う人同士とかだったんですか？同じ学校内で。あ、同じ学校でしたね、けど、違う学校だったり、それこそ、まあ、僕とか、僕の、まあ、周りの人たちはもう本当に全く関係ない、全く顔も知らないし、まあ、出身地もわからないような人、しかも年齢も全然違う、まあ、例えば、まあ、僕が知ってる範囲だったら、まあ、小学生だったり、沖縄の成人だったり、大学生だったりする人と、まあ、LINE のやり取りをやってた。なるほど、すごい。親御さんがどんどん心配になるような話をどんどん今してますけど、犬口さん、どうでしょう、そういった現状が近くにある中で。いやでも私自身ももっと広くつながりたいっていうのはあるんですけど、ちょっと釣川くんのまあちょっとすごすぎるな。ついていけないですけど、でも将来的にはついていった方がその役立つのだろうかっていうような疑問もあります。なんとかどうですか、そういうインターネットを介して人とつながるっていう風な話、まあ、今やったら結構その日本の中のですね、まあ、知らない人と話をするっていう話だけでも必ずしもないんじゃないかと思うんですけど。そうですね、私は結構使う方なので、それこそまあ一度日本で会った外国人の友達と海外離れても、それこそ今って Facebook のチャットですぐに連絡が取れる、で今そっちどうとかって話ができるっていうのはすごく、一度テンパル、昔で言うテンパル、手紙よりも速いスピードで、かつのお互いの様子が見えるっていうのはやっぱり素敵だなと私は思っていますし、知らない人だと私使
カイプ、ね、あのスカイプでそれこそ無料で海外に飛ぶ電話ができるって、これすごくもう画期的だなと私は思ってて、それで知ってる人とも連絡が、今留学してる友達とも連絡が取れるし、あとは、サービスでダウンロードで英語の授業をそれこそ30分150円ぐらいで受けることができたりとかっていうのはすごく新しいし、まあ、使い方によってはすごく何て言うかな、違う世界を見ることができるものなのかなと私は思っています。マリオさんはあれですよね、海外とかに行って実際に会って、まず3次元で会って3次元で顔見知りになった人とその後インターネットを使って交流を続けるというふうな感じなんですかね。どっちもありますね。どっちもあります。はい、まあ、あの今言ってくれたのもそうですし、そうじゃないところからスタートして、まあ、でもあのお互い今身元の安全というか医療を確認した上で会うっていうのは、あのこれは国内外と、まあ、問わずやっていますね。あのやっぱりあの先ほどの話のやっぱり一つのポイントは、あの一つの地域に住んでいて、その中でいろんな人とつながっていくと。でそれももちろん、あのさっき亀井君がいい話に伝えてくれたみたいに、あの一つの役をやっていてもいろんな人と出会うし、いろんな人と関わりを持つようになるし、つながりどん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 増えていくと。でその一方で松井川君のようにですね、インターネットを介して全く出会うことがなかったはずの人たちが一つの興味と関心を通じて出会ったりするようになると。でそこにはもちろん同じ地域に住んでて顔見知りというのとは違う、まあ、危険性とかですねもあるんだけれども、まあ、例えば一つの地域の中に全く友達がいませんと、誰とも仲良くできませんという人がそういうインターネットを通じて同じ興味を持っている人と仲良くなるか、こうやって言うとなんかすごい追加で友達がいないみたいだけど、あの中にはいると思いますけど、あのそういうふうなつながりがこう生まれていくような、そういうふうなものになっていくと。で多分今これが2つ同時に混ざっているので、これから先ですね、今日あの皆さんのテーマは未来の話だから、これから未来にそういうふうな2つの付き合い方っていうのを知っている皆さんがどういうような人付き合いをこれからしていくのかっていうのは、僕はそこはすごく興味があって、あと振り返りも触れれればと思うんですけど、僕は子供の頃とか全くないからですね、あのなな、あ森山さん的にはもうあるの？携帯とかいつ頃持ちました？私は小6から PC です。そうですか。僕は全くないので、友達家に遊びに行くにもお家に電話をかけているわけですよ。だから直接本人に連絡が行くってことはまずないんですよね。多分この後ろの方の親御さん世代は大体そうだと思うんですけれども、例えば高校の時に彼女ができればまず家に電話をかけるので、向こうの親がまず関門なんですよ。親がつないでくれなければ、もう電話もできないというふうな状況だったんだけど、今はね、もうメールとかですぐ直につながれるでしょう。でそういうふうなあり方を知っている子たちが、まあ、どういうふうなその人との距離感とかを作っていくのかとすごく関心がありますね。はい、じゃあちょっとあの時間が来ましたので、形はこのままで一遍このチームニコニコの話を終わりたいと思います。皆さん拍手お願いします。さて、残り時間はですね、全体で、まあ、振り返りをしたくて、さっきもひな壇の方でこっちの話聞きながら何か言いたそうな感じの人がいっぱいいたので、特にテーマは選ばないので、まあその中何か言いたいという人がいたらまずそこからつなぎます。じゃあどうか挙手制でいきましょうか。誰がいますか？あら、じゃあなおさん、はい。じゃあさっきの続きで、ちょっと青にも次がやり込められてたので私もですね、Facebook もするし、Twitter、LINE、Mixi、まあ、その他、だいたい SNS のアカウントは全大体持ってるんですけど、頑張るぜ。で、あの、まあ、今結構危険性の面だとかがあったので、逆の面をちょっと話させていただくと、例えば LINE とかも、あのちょっと安全じゃないんじゃないかとか、ずっと友達と喋ってるんじゃないかと思うんですけど、私がですね、中学生の頃からずっと地域のボランティアをさせていただいてるんですね。で同じ学年で4人仲がいい人がいて、その人たちとずっとボランティアをしてたんですけど、まあ、同じ高校に上がるわけでもなくて、私副将に行きましたけど、城内に行ったやつもいたし、中央に行くやつもいるし、中村に行った人もいるし、みんなバラバラで、でも今もまた明日もちょっと活動があってまた揃うんですけど、そういう時はやっぱり LINE とかでつながってるからこそ、みんなで、あ、じゃあこの日また活動があるらしい、じゃあ行こうかとか、そういう活動の日程の話し合いができたりとか、
やっぱそういうのは LINE の魅力だと思うし、あとはその他も顔の見えない人と話してるとか知らない人と話してるっていうところで危険性を感じてるところもあるかと思うんですけど、私も Twitter とかは全然もう本名と関係ない名前でやってたりとか、全然本名と関係ないところでホームページ作ったりするんですけど、顔が見えないところは確かに危険なんですけど、だからこそ話せることってあると思うんですね。私がホームページで小中学生を中心とした相談じゃないけど愚痴聞き用のサイトを作ってるんですけど、まあ、結構顔が見えないからこそこの人が誰かも私性別も年齢も明かしてないんですよ。でもだからこそ話せる話があって、だからこそ言えるもう誰でもいいから聞いてほしいけど、近くの人に言ったら何が起きるかわからないじゃないですか。もしかしたら次の日にはクラスも広まってるかもしれないんです。そういう話を聞かせてくれてる子たちはいるし、おかげさまでそういうサイトのアクセスも2万を超えて、まあそういうもちろん危険性はあるんですよ。私もトラブルはあったし、でもだからこそ逆にやっぱ便利な面もあると思うんで、やっぱそこはどううまく共生していくかっていうのが大事だと思いますね。いやすごいすごいですね。ね、すごい拍手を受ける。八木さんも同じような意見ですか？全然違う。今の意見とか同じような意見でもっとこうなんじゃないことがある人がいたら。あ、水野君いきますそうですね、まあ、SNS のアカウントは僕も一通り持ってますけど、僕はあんまり LINE でのコミュニケーションがあまり得意じゃなくて、なんか文章、短い文章を送るんですよ。これ本当に僕の気持ちが伝わってるのかなっていう思いがあって、やっぱ、なんていうんですかね、こう文面で文章でこうパッてくると相手がどういう気持ちなのかなってこう汲み取れないことがよくあって、これ怒ってんのか、それともただ純粋に聞いてるだけなのかなみたいな、そういうことがあるので、だから僕はやっぱり人とコミュニケーションするときはやっぱり直接会って話したいっていうタイプなので、だからそういう普段の学校生活とかをやっぱ大切にしていかないといけないんじゃないかなって、はい、思います。じゃあ逆にさっきの奈々さんみたいに、そのインターネット上でですね、なんだろう、匿名 の、 そのやり取りみたいなことをやったことがあるとか言っています。どんな話をしたね。いや、なんか、例えば、そういう、まあ、二次元っていうグループじゃないですか。例えば、アニメの話だったりとか、例えば、福岡の放送が遅い番組とかあるじゃないですか。で、そのなんていうんですか、その関東方面の人が、まあ、話してて、何で話すのみたいな感じの流れをしてた時期もありました、今は。だからその福岡でまだ放送されてないアニメについて、東京の人が話してるっていうところの話に入っていたりしたことがあるという。あ、そうですね。はい、なるほど。まあ、それはもう顔も知らないし、会ったこともないしという人たち。あ、はい、でそのグループの中に、まあ、一応その同じ学校の友達とかいたりするんですけど、まあ、その中で話したりしてました。特にインターネットの趣味のコミュニティというのは、そういうふうにその同じ興味を持っている人が集まってワイワイ話をしたりするので、さっき言ったみたいに自分の素性を明かさなくて話できるような話っていうのがやれるような、そんな場所になっているというのは結構あるかもしれないですね。じゃあもう結構皆さん割とリアルコミュニケーション派というか、結構多い感じですね。小宮さんなんか聞きたいことがあって、なんか僕はさ、あともう一個聞きたいと思ったら、さっき海外のボランティアに飲み友達に行きたいって言ったけど、この中で将来なんか海外にちょっと行ってみたいなっていう人ってどれぐらいいますか？あ、結構そんなものか。じゃあちょっと行きたい人ちょっと聞いてみましょうか。じゃあ大丈夫だから他聞きたいと思って。あ、じゃあ井口さん、どこに行ってみたいですか？どこに行ってみたいっていうよりも、私まだ一回も日本から出たことがなくて、海外の見たことないところに行って、例えばテレビの旅番組だとかそういうのを見てみたら、私の知らない世界がいっぱいあるなって思って、いろんなところに、さっき三笘先輩が言ってたみたいに、そういう活動にをしてみたいっていう思いは思ったことがあります。はい、
浜田さんです。私は一応英語圏の国に行ってみたいと思ってて、まあ、なぜかっていうと、なんか今まで、去年の夏休みなんですけど、私釜山のグローバルビレッジというところに行って、なんか英語の体験学習をしてきたんですけど、なんかそこで、まあ、海外に行ったわけなんですけど、やっぱり住んでる人と話したわけじゃないし、自分の英語力を試すっていう、まあ、とてもいい機会だったんですけど、それを踏まえて今度は本当に住んでる人が英語ばっかり喋るっていう国にも行ってみたいなと思います。なんか英語圏以外に行ってみたいと聞こえますか？結構みんな英語圏に行きたい。僕は英語圏関わる。ああ、どこに行ってみたい。じゃあ逆に、さっき行ってみたい人も書いてあるわけですか？行ってみたい。じゃあ行かなくていいっていう人たち、じゃあ隣に川原さんのことですか？なんか、まず県外にも出たくない派なんです。できるだけ福岡市周辺、もしくは城南区周辺ぐらいの。すごい。それは城南区が好きだから。いや、ただ単に動きたくなっちゃう。なるほどね。ちょっと太りやすい感じのなんかって感じで。なるほど。この間、有馬くんはどうですか？そう、僕はあんまりそのやってみようみたいなチャレンジ精神っていうのは、まあ、あんまり得意っていうか、ない人なので、まあ、あんまり海外とかには行かなくてもいいんじゃないかなって。他には、他には、亀井君は行かない派ですか？いや、僕は日本で平和に暮らしたい。基本は日本で平和に暮らしてくれって言うんだけど、あと旅行とかにでもあんまり興味ない。はい。ああ、そうですか。なるほどな。他に行きたい派って、まあ、今後ろのひななんて行きたい。あ、反対君か。僕は将来その三笘先輩と同じで、困った人を助けたいんです。で、今アフリカで医療機器だとか、なんか医者が少ないだとかで、僕が将来なんかそういう医療関係に住みたいと思って、まあシエラレオネとかそういうアフリカの困った人たちになんか医療を施したり、そういうことをしてみたいなって思ってます。それ昔からそうなんですか？高校なんて変わった？僕も中学校の頃、釜山とか行って、海外を見て、これ日本と全然違うなって、日本で結構幸せだなと思って、まだまだ日本やれることがあるじゃないかと思って、先進に行って行ってみたいなと思いました。確かに、釜山めちゃくちゃ近いですからね、福岡ね。東京とか大阪よりも近いですからね。すぐそこなのですぐ行ける、まあ、身近な外国ではありますよね。有野君どうですか？あ、間違えちゃった。ウーンドリームの会議来たんです。いやー、もうまあ、日本の研究者とかが、まあ、海外に流出しちゃってるので、まあ、日本でもうちょっと頑張りたいな。すごい。もう拍手まで起きてる。あ、そうですか。いや、でもまあ、なるほど。まあ、日本に5つ世界に発信するというふうな科学者になりたいと、はい、いうことなんですね。なるほどな。じゃあ、あとはさっきの夢の話ですね。さっき夢がね、ない人が結構周りにいてって話があって、この中で夢がちゃんとあるよっていう人も書いてあるじゃないですか。あ、後ろのひな壇の子はほぼ、あ、慎吾さんがあるか。慎吾さんどうですか？あんまない感じ。まだ何も考えてなくて、親にもよく進路とかそろそろ考えた方がいいよって言われるんですけど、自分が何ができるのかよくわからないし、まだ何も決めてません。なるほどね。他にもう一回手挙げてもらっていい？ごめんね。じゃあ夢がない派。あ、来た。僕は夢がないっていうのが悩みなんですけど、夢どころか趣味もあって、で今やる
ることをちょっと必死に探しています。あ、やること探しね、すごい大学生にいっぱい夢の感じですよね。それ探すために何かしてます？とインターネットとかでなんかおすすめの趣味みたいなおすすめの趣味、おすすめの趣味、例えばどんなのがあるんですか？出るんですけど、なかなかちょっと検索でね、ランキングみたいな、なかなか僕に合わないです。夢がないか、他に行くと、あ、じゃあそこ二人、じゃあ亀井くんが言う。夢がないっていうか、うん、これから高校行って、大人になって、うん、そうしていく中で、自分の得意なこととか、好きなことが、また新しく見つかっていくと思うので、うん、ここで将来の職業とかすることは決めていきたいなと思う。今はないけど、やがて何かできるだろうっていう感じですかね。川本さんどうですか？私は自分でまだなりたいものっていうのが、今まではパティシエールとかなりたいなって思ってて、お菓子作りとか結構好きだったんですけど、なんかもう中学入ってほとんど料理とか何も調理実習ぐらいしかやってなくて、なんか意欲が薄れていったというか、今まであったものがなくなっていった感じなので、今は夢がないです。逆にさっき夢聞いてない子たち、夢聞いてるのか、じゃあ友枝さん、夢がある派だよね、どんな夢ありますか？子供に関わる仕事でやりたいなと思って、昔から私の親とかおばあちゃんが幼稚園をやってるので、それをずっと身近に見てきたので、すごいなんかこれから少子化があるので、やっぱりそういう少ない子供たちでもやっぱりいろんな未来を決めていると思うので、そういうこう才能を見つけてあげて輝かしてあげたいなと思います。さっきも親さんが夢がありますかって聞かれて、結構それにこうざわざわする感じ、あれについてもう一回ちょっと少しフォローしてもらえますか？そうですね、なんかこう、いいこと言わなきゃいけないみたいなのが、なんか恐怖感で、別に誰にそう言われたわけでもないけれども、夢ってなると、いや、私はこんなことしたくてみたいなことを言わなきゃいけないみたいな気持ちが、はい、生じちゃってたのかなっていうのはありますね。で、それがうまく言えないと、こうちょっと、あ、この人はまあ夢ないんだ、ちょっと見られてしまうというのはありましたね。でも、まあ、ちょっと繰り返しですけど、別に夢って、職業でもなければ、職業じゃないといけないわけでもないし、大きなもの、誰かがすごいって言ってくれるようなものじゃないといけないわけでもないし、っていうのは気づいてからはだいぶ楽になりましたけどね。小川さんとかどうですか？ね、最初に夢について周りに、で自分の周りの人があんまりそういう夢持ってないみたいな話してたじゃないですか。夢がなくてもいいと思うんですけど、そのやっぱりその就職とかした時にやりたくない仕事についてしまったらもう嫌だなと思うけど、自分の好きな仕事につけたら頑張って辛くてもやっていけるなって考えること考えられると思うので、やっぱり夢があった方がいいと思います。なるほどね。まあその夢っていうかあれか、そういうふうなことを自分が目指して頑張ってるっていうんだったら、まあ、いろいろ頑張っていけるような、そういうなんだろうね、心の中の、まあ、方針というか、そういったものがあるとすごくいいだろうと。で逆にさっきその、周りの友達とかで夢がない子は結構多いって話をさっきしてたじゃない。でそれはさっき森山さんの話とか聞いてどうですか？結構そのそういうふうに聞かれちゃうと答えられないって感じもあるかと思うけど。答えられない。夢があって、別に私だっていいこと言おうと思って聞かれても言ってるわけじゃないし。自分でパッと思ったことを言ってるだけだから、それについてこうこう話したんだよって説明できるし、いいこと言う必要もないから自分
なっちゃうんだけど、大切にしたいこととか自分の価値観、さっきのそれこそ2個、まあ、2次元と3次元で自分はこうしたいとか自分はこう考えているとか、なんかそういうものの積み重ねなのかなっていうのはあって、でそれはこう別に他の人からこうしろって言われなくてもいいはずだし、何に私は当時中学生高校生の時にビビってたんだろうなっていうのは今なんか言われてすごく思うな。ね、だからその僕もなんだろう、夢って言った時に、まあ、子供の頃にやりたかったこと、なりたかったことと今は全く違うことをしているんですけれども、だけど当時なんか書いてたものとか読んだりすると、あ、こういうところは変わってないなとか、あ、多分これやりたかったんだろうなっていう、結局やってる形は違うけれども中に走ってるものは結構割とあったりして、だからそういうふうなことっていうのはあるかもしれないですね。必ずしもそれがこの職業とかこの仕事とかいうふうなものじゃなくても、なりたいものの大切さも結構あるとかいうふうな、はい、ですが、これだけは絶対言っとかねばならんぞみたいなのがあれば、挙手でどんどんポッと言っていただければ何かあります。ポッと見たかな。はい、まあ、最初の、まあ、テーマは夢、ハバードリーム、夢だったんですけど、先ほどその夢をなんか持つことでなんか活力を持てるみたいな、そういうことを言ってたんですけど、まあ、僕も、まあ、夢は持ってますし、その国際貢献したい。で、やっぱ夢を持つと、やっぱ自分でもこう思っても見ないようなこうなんか行動力をっていうかこう活力、原動力になったりして、例えばそうだ、のまあ、国際貢献の、まあ、ボランティアがしたいというそのきっかけは、まあ、そのテレビのあれだったんですけど、テレビのニュースの特集を見て、これがやりたいと思って、でその団体の代表の方に例えばメールを送って、もう東京まで会いに行ったりだとか、そういうこうなんか自分でもこうよくそんなことできたなって思うぐらいこう原動力になったりして、でもそんなやっぱり夢、僕の夢はこうですってこうなんか言ってる方はなんかかっこよく見えるけど、でも実際きっかけは僕はテレビのニュースを見たことだったり、なんか他にもそのなんか日常のなんか些細なことがなんか自分のなんか夢を作るのがきっかけになるかもしれないから、だからまあ夢がないって思ってる人多分いると思うんですけど、まあ、そこまで気にしなくてもいいんじゃないかなって、はい、でそうですね、その、まあ、夢持ってないって、まあ、思ってたとしても、まあ、気にせずにしたら、まあ、きっとその例えば、まあ、どうしても夢持ちたいんだったらやっぱその夢を持ってる友達の話を聞いたりだとか、それだったら、まあ、2次元3次元の話じゃないですけど、今だったらその LINE とか Facebook とかでも他人というか友達がどういう活動をしているかを知ることができるし、そういうところからこう夢を作るきっかけにしていけばいいんじゃないかなって思います。閉まった感じがするので時間的にもそうするとあれなのでですね、ただ締めに大きな締めに入りたいと思うんですけれども、どうでしょう、まとめて話をだーっと聞いた感じで森山さんいかがでした？そうですね、めっちゃ楽しかったです皆さんのいろんな意見を聞くことができて、でなんかこういろいろつながってるなっていうのをすごい、まあ、なんかいろんな話が行ったり来たりしてるなと思ってて、で、まあ、今回のテーマがこれが自分たちの未来だというところで、いろんなこう未来についての想像とか、今自分の手元が見えていることからその先何が起きるんだろうとか、でそのため、今自分は何が大事にしたいと思っているとか、未来将来こうなりたいとかっていうのをそれぞれみんな一生懸命に考えていて、でそれぞれをこう今それをこうぶつけ合ってくれているのはすごく私は価値のある時間だったなというふうに思っています。なんかそれこそおそらくこの場に例えば、留学系、別の国の人とかがいたらまた別の話題議論になったかもしれないし、そういうこう、グローバルって言ったらあれだけれども、いろんなこう多様な価値観が増えていく社会になることは間違いないなというのを今聞いていてもすごく思いました。
なのでなんかそれに対して自分はこう思う、であなたはそう思ってるんだねって、自分の意見もあるし、あなたの意見もあって、それにも価値がある、そこのこう、じゃあこの、まあ、チームではどうするとか、この社会ではどうする、このコミュニティではどうするっていうような、価値形成というか合意形成とかっていうのをこれからどんどん積み重ねていくのが、これからの社会未来になっていくのかなって思いましたし、それぞれ意見を持ってくれているみんなが一生懸命言葉にしてくれてたことをすごく楽しく面白く聞かせていただきました。そうですね、僕も同じようなことなんですけれども、なんか思ったのはですね、今回のこの今日のですね、こういうパネルディスカッションをやるにあたって、僕が最初コンセプトを立てた時に話をしたのはですね、まあ、とにかくその半径200メートルのような話をちゃんとしてほしいっていうことをなんか企画書とかに書かせてもらったんですよね。でもちろんその自分の身近じゃないその遠い世界のこととか、あの国の大きな政治の問題とか社会問題とか、そういうふうなものについて考えたりするのはすごく大事で、あの実際最初にあの今日表にワークの新聞が貼ってると思うんですけど、あれ新聞をみんなに読んでもらって、興味を持っている記事を切り抜いてもらって、あの一枚の新聞にしたものを今ロビーに貼ってるんですが、あそこは結構割とですね、あの大きな社会問題のテーマが割と多いんですよね。でそういうふうな問題に一方で関心を持ちながら、でもその一方でそれが自分と切り離されたですね、まあ、抽象的なものになってたら、やっぱりあまりこう、まあ、どうなのかなと思うところがあって、さっきのまあ話してた、その自分の身近にいる交換留学者のことから考えてみるとか、自分の身近な実感を持って感じられるようなところから何かもう一歩外にとあの出ていくのはですね、あのものを考えていっていく、そういうふうな場合になればいいなと思って今回やってみたんですね。そしたらやっぱりあのそれぞれなんかみんなそれぞれいろんな考え方があるんだけれども、中に言ってる話の中にはコミュニケーションの問題だったり、あるいはさっきの国際化、まああのまあ、もっと言うとダイバーシティ、多様性ですよね、多様性を認めた社会をどう作っていくかっていう話の問題とか、あと最後に言ったように夢の話というのは、これはやっぱりいろんな日本の持ってる問題の縮図みたいな話なんですよ。僕たちの頃にはそこまで考えておくなかったその職業の話を皆さんが意識し、よかれ足から意識してるっていうのは、まあ、そういうふうな日本の状況になっているから、そういうことがまたガーッときてる。でそれをまあいいとか悪いっていうふうに簡単に考えるんじゃなくて、そういうものの中からですね、皆さんが考えている話、言葉、そういったものがあの皆さんも思ってないかもしれないけれども、あと10年後とか20年後の時に、 あの時中学生サミットで話した話、あの頃こんな話をした子たちが今こんなことやってるんだなっていうのが僕は必ず来るなと思うんですよね。最後のコミュニケーションの話にしてもまさにそうなんですけれども、そういった何でしょうね、あの未来の片鱗というか、未来にきっとこうなっていくだろうなっていうもののちっちゃな片鱗が僕は今日なんかいろいろ見て取れたなと思って、それですごい話して面白い時間が過ごせました。はい、じゃあ以上をもちましてですね、このパネルディスカッションを問いさせていただきたいと思います。皆さん最後にパネリストのみんなに盛大な拍手をお願いします。森山さん、並びにパネリストの皆さん、どうもありがとうございました。大変熱のこもった本日のパネルディスカッション、皆様いかがでしたでしょうか。本日討論された内容は今後の参考になるところも多かったのではないかと思います。それではここで本日の中学生サミットを総括するために、城西中学校の長崎由紀夫校長先生に講評をお願いいたします。こんにちは。2時間に及ぶですね、非常に熱の持った、パネルディスカッションで、どうでしょうか、皆さんしっかりついていけたでしょうか。私はところどころですね、2次元、3次元ちょっとついていけないところもありました。それでパネラーの皆さん、それからコーディネーターの皆さんには少しクールダウンをしていただくという意味で、ちょっとフロアのね、中学生の皆さんに聞いて
いてみたいと思います。今日はね、応援でこうしてたくさん中学生の皆さんが来てくれていますけれども、学校生活の中の出会いとですね、それから盛んに今話題になっていますけれども、ネットでもですね、出会いに結びつき、それとの違いというのは何だろうかということです。まあ、いろいろ答えはあるだろう、違いはあるだろうと思うんですけれども、実は今日アトラクションでですね、優先中の、演劇部の皆さんが披露してくれた劇のテーマにもね、関係しているのかなと思います。学校生活というのは生身のね、子供たちの付き合いの中でとても濃くて、密度のね、濃い付き合いが、友情をね、育み、そして、その友情がね、今日の劇のテーマでもあったのかなと思っております。中学生の皆さんにはですね、学校生活を通して、生涯を通してですね、支え合い、共に成長できるね、友達をいっぱい作ってほしいなと思っているところです。さて、今日 の、 パネルディスカッションですけれども、本当にパネラーの皆さん、それから、コーディネーターの山内さん、丸山さん、本当にお疲れ様でした。拍手を皆さんと聞きましょう。未来の職業についてですね、中学生が、考えていること、中にははっきり目標を定めている人もおれば、絞りつつある人、夢を探している人、いろんな段階のね、お話が聞けてとてもよかったな、熱の思った意見交流ができてよかったなと思っております。それから、この城南サミットのですね、先輩であります高校生の皆さんの参加もございましたけれども、国際貢献への高い志、グローバル分野での活躍、そして目標などですね、中学生の皆さんのね、モデルになるようなね、高校生になったら特によりその、深まっていくのかなという刺激も得られたのかなと思っているところです。それからまた、将来ですね、グローバルな分野できっと活躍するに違いないという意見もたくさんありました。で、聞きながらですね、思ったことですが、ネットのですね、子どもたちを取り巻く、ネットの状況について、その実情を踏まえたですね、またその、可能性の広がりについてもね、有益な話がたくさん今日は聞けたなと。子どもたちの状況もですね、私が、考えてないところもね、知る機会が持ったなと思っていますが、これはフォロワーの皆さんもね、同じだったのかなと思っております。で、さらに出てきていたことですけれども、ネットの持つ広がりの可能性、利便性、これは本当に大きなものがあると思うんですね。で、他方で危険な方面の話も出てますけれども、つながりやすさ、ね、そしてその向こうにある、なんていうんですかね、子どもたちを絡め取ろうとするようなね、危険さ、そういったのに対応できる力をね、どんなふうに子どもたちに育んでいくのか、これは学校もそうですし、家庭ともですね、連携をしてしっかりますます取り組んでいかないといけないことだなということを、痛感した次第です。で、今日はですね、私たちはこうして、ここに、中学生の未来の実現をね、強く願い応援をしようということで集っていると思います。フロアの中学生も、またステージ上のですね、中学生も、将来城南区を担い、女
城南区だけじゃなくて日本も担ってですね、さらにはまた、国際社会を担っていくであろう、若い皆さんですよね。でそういった人たちがですね、しっかり頑張っていけるようにね、また、みんなとですね共に、歩んでいければなと思っております。それぞれの立場で、役割を果たしながらですね、共に進んでいけたらなと思っております。で最後になりますけれどもね、こうした交流のね機会を作っていただいた城南区役所の皆様、本当にありがとうございました。以上で公表に返していただきます。長崎校長先生、どうもありがとうございました。以上でプログラムはすべて終了となりますが、最初にご案内しました通り、このホールでデスクのロビーにて薬物乱用防止啓発パネルを展示しております。皆さん、お帰りの際はぜひご覧いただき、薬物に関する正しい知識を習得していただきたいと思います。また受付でお配りいたしましたアンケートはロビーにアンケート記載台と回収箱を設置しております。皆様のご意見をぜひお寄せいただきたいと思いますので、ご協力をよろしくお願いします。それではこれをもちまして、平成26年度城南区中学生健全育成フォーラム中学生サミットを終了いたします。長い時間お聞きいただきありがとうございました。